貧乏シーンママにお金恵んであげようか。3年ぶりね。今さら何なのよ。まさかまだ怒ってんの？お姉ちゃんの旦那を奪ったこと。あの時言ったよね、一生許さないって。幸せの絶頂だったから覚えてないの？あんたが奪ったのは旦那だけじゃない、子供の父親もよ。あの時お腹にいた子生まれたの？産まずにどうするわけ？下ろしたのかと思ってた。子供に罪はないし、私はこの子に会えて幸せよ。お姉ちゃんに似てブスなんだろうな。世界で一番可愛いから。なわけないし、私は子供はいらないから全然羨ましくないけどね。あなたに育てられる子がかわいそうだから、いい判断だと思う。突っかかるね。金持ちの旦那取られて切れる気持ちはわかるけど。あれからどれだけ苦労したか知らないくせに。親には絶縁されたけど、私は何不自由ない生活ですごくハッピーよ。お父さんもお母さんももう娘とは思ってないそうだから連絡してこないで。話があるから LINE したんでしょ。何よ。ちょっとバイトしない？は？なんで私があんたに雇われなきゃならないの？簡単なお仕事、病院で検査を受けるだけ。いきなり何の話？お金ゲットするチャンスよ。お金なんていらない。強がるなって。さっさと要件を言いなさい。1000万円あげるからドナーになってよ。は？ちょっと病気になっちゃってさ。罰が当たったのね。頑張って。じゃ。待ってよ、結構やばいんだってば。何の病気？白血病。そう。骨髄バンクも待ってるんだけどなかなか現れなくてさ。パパとママには今さら頼めないし、お姉ちゃんが頼みの綱なの。なんで親には言えないのに私に頼めるわけ？金持ち旦那奪われて貧乏生活送ってるんでしょ。1000万欲しいんじゃない？勝手に決めつけないで。適合すれば大金が手に入るの。夫もお金で、私の命が救えるなら惜しくないって。だから検査受けてほしいんだ。わかった、いいよ。え、あ、本当？うん、検査受ければいいんでしょ。やっぱお金の力って絶大。ちょろすぎて笑うわ。姉として協力する。ありがたいんだけど、プライドとかないんだね。そんなこと言ってられないから。貧乏母子家庭とかマジで耐えられない。まあこのお金をゲットして生活の足しにしてよ。そんなものいらない。ダメよ、借りは作りたくないの。じゃあ詳細はまた連絡するわ。はあ、よかった。私はカナ、32歳の新ママです。3年前夫に妊娠報告をすると、それを遮るように離婚を切り出されました。君の妹と再婚する。そう言われ、2人分の慰謝料として500万を渡されたのです。養育費は毎月5万円が振り込まれていますが、楽な生活ではありません。妹は姉の夫を奪ったことで親、親戚から絶縁されました。それでもお金持ちの男を手に入れさえすれば、他はどうでもいいのか、さほど気にしてない様子。そんな妹が白血病だそうです。神様はいるのだと思いました。天罰は下るべき人に下ると。人の不幸を喜ぶ自分が悲しくもありますが、3年前の悪夢を思えば許されるのでは。私の復讐は3年越しに叶うのです。数週間後。さすがお姉ちゃん、見事適合したね。これで助かるわ。悲しいけど、あなたとはどうやっても姉妹なのね。で、約束の1000万だけど、いろいろ差し引いて320万振り込んだから確認しておいて。どういうこと？夫が離婚の時に支払った慰謝料の500万と3年分の養育費を引いたらその額になるの。私はいらないと言ったよ。それにしても当初の額とは随分違うのね。あれ、足りない？お金は返す。だからダメだってば。後でやっぱり提供しないって言われないためのお金なんだから。心配しないで、逃げはしないから。お金は受け取ってもらう。でもそれだけじゃ不安だから、あんたの息子にも責任を負ってもらう。は？
せっかく適合したのに土壇場で逃げられちゃたまらないの。あの時の恨みだとか言って復讐に利用されたくないもん。そんなことしない。骨髄移植の同意書にもサインしたでしょ。署名捺印後は撤回しませんという文言もあったはずよ。でも自身の健康に重大な影響を及ぼす問題が生じた時はとか書いてあったじゃん。直前で風邪ひいたとかガンでしたとか言われたら困る。健康管理には気をつけるし、ガンである事実は断じてない。でも単純に信用できない。なら他の人を当たって。そんな時間はないの。だからお姉ちゃんの一番大事な子供に責任を負ってもらおう。何する気なの。とりあえず保育園は特定した。よくカートに乗せて公園にお散歩に行ってるみたいね。お願い、あの子には手を出さないで。ぶっちゃけ目障りなのよね。夫が亡くなったらそのガキにも遺産を相続する権利があるでしょ。相続ならいらない、放棄するから。そう。まあお姉ちゃんが移植さえ約束通りにやってくれたならあの子も無事でいられるよ。子供を盾に脅すのね。やだな、みんながハッピーになるように提案してるだけじゃん。私と息子を脅してること、あなたの愛する金持ちの旦那さんはご存知なの。さすがに言わないでしょう。あの人の子でもあるんだし。移植はする、約束は守る。だから子供には手出ししないで。じゃあ書面にして。同意書なら書いたでしょ。あれは公的なものでしょ。私とお姉ちゃんの間だけでの書面を交わしたいの。勝手に作ればいい、私は関与しない。そう。じゃあ筆跡真似てサインしとく。これで逃れられないから。さすが、人の旦那を奪う女はとことん疑い深いのね。そりゃそうでしょう。周りはみんな敵だと思ってるから。好きにして、私は言ったことは守る。以上。助かります。数ヶ月後。副作用は苦しかったけどどうにか退院できそうよ。そう。私は元気になって、お姉ちゃんはお金ゲット、子供も無事で、私の言った通りみんなハッピーエンドだね。一人だけバッドエンドだと思うんだけど、気づいてないのかな。は？あなた刑務所行くよ。意味不明。なんで病気を克服したら警察に捕まるのよ。最初はお金もらってバックレるつもりだった。1000万で復讐できるならそうしてやろうって思った。やっぱりね、そんなことだろうと思った。でも子供のためにもリスクは取れない。だから骨髄移植に応じた。無償でね。お金は振り込んだでしょ。うん、元夫の口座に返金した。は？だって犯罪に加担したくないから。移植の何が犯罪なの。臓器移植法で利益を与えたり要求してはならないと禁止されてるのよ。知らなかった？そうなの。結構重い罪なんだね。5年以下の懲役か500万以下の罰金なんだって。嘘。しかもあなたは息子を使い私を脅して移植から逃げられないようにした。これも犯罪なのはわかるよね。そんなの知らないもん。知らなかったからお咎めなしなんてことはない。分かっててやったの。私は何度も断った。お金はいらないって。知ってたなら教えなさいよ。書面にして私のサインを偽造したのも犯罪だね。いくつ罪を重ねたら気が済むの。クソ姉貴め。かわいそう。せっかく取り留めた命と人から奪った幸せがパーになっちゃうなんて。なんでこんなことするのよ。はい。やりすぎでしょって言ってんの。わからないなら教えてあげる。何よ。あんたが夫を奪った時、私は妊娠5ヶ月だった。だから就職しようにもすぐに産休に入らなきゃいけないし、妊婦を雇ってくれる会社なんてなかった。実家に帰ればよかったでしょ。あの頃のお母さんはおばあちゃんの介護で疲れ果ててた。そうだっけ。その上私が帰ったら余計な心配と手間をかける。自分が介護を手伝えばよかったじゃない。数ヶ月なら手伝える。でもどんどんお腹が大きくなる私にお母さんが何かさせるとは思えなかった。私ならこき使うけどね。あのお母さんから生まれたことは思えないわね。
次女だし、甘やかされて育ったし。親に言えば自分たちが甘やかしたからねというのが分かってたから、出産するまでは言えなかった。あっそ。幸い元夫がお金をくれたから、それで産前産後はしのげた。その点は感謝してる。でも500万なんてすぐに底をつきたよ。無駄遣いすぎよ。毎日もやし食え。私はこの子に苦労をさせたくなかった。行きたい学校に行かせたかったし、欲しいものは我慢させたくなかった。自分がそう育ったようにね。まあうちは確かに恵まれてたけど。だから夜間の託児所に預けて水商売をした。マジか、ウケる。落ちるとこまで落ちたね。ある日託児所から電話があったの。保育士のミスで息子をベッドから落としたせいで外傷性転換を起こして緊急搬送されたって。へえ。子供って夜中に熱出したり急変しやすいのよ。その時間に一緒にいられない自分を責めた。やっぱり命もお金で買えるのよ。貧乏人は長生きできない。それで店を辞める決意をした。うわ、地獄。幸い息子は何ともなかったけど、怖くて夜職には戻れなかった。それで辞めて1ヶ月経った頃、勤めてた店の店長から電話があったの。話長くなる？飽きてきたんだけど。ここからが大事なところよ。巻きでお願いします。お客さんだった人が私と連絡を取りたいと言ってくれた。それは私が密かに思いを寄せてたお客さんだった。でプロポーズされたの、いきなり。そんな細客で妥協するとかお姉ちゃんらしいわ。嬉しかった。何もかも話した上で私も息子も受け入れてくれた。何？自慢？のろけ？その人が今の夫、そしてその彼があなたの旦那の会社を今週中に買収する。は？株式の相当数を手に入れた筆頭株主よ。嘘だよね。それがどれだけすごいことか私にもわかる。私の復讐はそれで終わるはずだった。でもタイミングよくあなたから連絡が来たの。冗談じゃない。子供も無事、金持ちとも結婚してうちの会社まで買収したんだよね。これ以上やる意味ある？息子は後遺症が残った。落下の衝撃で脳に障害が残った。私があんな仕事しなければ。そうやって自分を責めたけど、元をたどればあんたのせい。そう思ったら一生恨んでやると決めた。チャンスがあれば復讐してやろうとチャンスを伺ってたの。ちょっと待ってよ。でもあなたの命が消えてしまうのは簡単すぎると思った。だって苦しんでほしいもの。ちょっと待って、怖いんだけど。最大の復讐は苦しみを長時間与え続けることでしょ。ひどい。犯罪者として刑に服して、夫に捨てられ、今後の人生を生きていくの。あなたが幸せになろうとしたら、私が全部邪魔してあげる。新しい恋人やその親にも全部報告してあげる。苦労して見つけた勤め先にも、私があなたがどんな人間かを事細かく教えてあげる。やめて、そんなことしないで。人の人生を壊すってことがどういうことかようやく分かった？分かったから、私を解放して。あなたと私は一心同体よ。あなたの中には私がいる。一生逃がさない。そのために移植したんだから。やめて。後日談。臓器移植法違反で愛香と元夫は逮捕されました。内容が悪質ということで2人とも実刑となりました。国内での臓器売買は違法です。そんなことも知らないとは、お粗末な夫婦ですね。後に見た契約書の内容は最悪で、提供しない場合は息子がどんな目にあっても文句は言わない。移植後何かあったら賠償金を1億払うなど、到底容認できるものではなかったのです。サインはしなかったとはいえ、息子が狙われる恐怖と毎日戦い続け、疲労困憊しました。夫が株主総会で
議決権を行使するまでもなく、元夫は塀の中へ行き、代表取締役を解任。あの夫婦は地獄へ落ちました。しかし、私は姉として妹に教えてあげようと思います。地獄のその下があるということを。お姉ちゃんの金持ちの旦那奪ってごめんね。久しぶりに連絡してきたかと思ったら、一体何の話？伝えた通りだけど。てか4年ぶりだね。ええ、よく連絡してこれたと感心してるわ。旦那を取っちゃったし、さすがに伝えなきゃだと思ってさ。よくそんな冗談言えるわね。半絶縁状態になったのも、カナが私のものばかり取ったからなのに。お姉ちゃんのお気に入りのワンピや彼氏とかね、懐かしい。私は許してないわよ。もう時効でしょ。てかなんで結婚式に呼んでくれなかったの？一応妹だし招待したわ。でもカナがあんたを祝うなんてごめんよって断ったんじゃない？そうだっけ。でもあんたがこんな金持ちイケメンと結婚してたなんてね。なんで凌介の顔知ってるの？会ったことなんてないわよね。実家にあんたの結婚式の写真が飾ってあったのよ。ああ、なるほど。それで凌介さんに一目惚れしちゃってさ。は？あんたみたいなブスよりも私みたいな美人の方が彼にお似合いでしょ。だから奪っちゃおうって思ったの。ふーん、それでそんな嘘をついて彼との仲を引き裂こうとしたのね。浅はかな考えだわ。あれ、信じてない？まったく、彼がそんなことできるはずないもの。本当だって、たまたま行ったクラブで凌介さんを見かけて声をかけたの。それで？彼はすぐ私の虜になったわ。あなたと別れて私と結婚するってさ。ありえないわ。信じたくないかもだけど、これが現実よ。何を言おうがお姉ちゃんが捨てられるのは確定だから。残念でした。話を聞いて。あんたと別れたらすぐに彼と式を挙げる予定だから早く離婚してね。ちょっと待ってよ。ベスのお姉ちゃんは恥だから結婚式には来ないでね。まだ話は終わってないわ。カナってば。意味がわからないわ。何がどうなってるの？私は美咲、33歳。夫の凌介と結婚して3年になります。妹のカナは昔から私のものを奪い、4年前に大喧嘩の末半絶縁状態に。両親は私の味方をしてくれましたが、さすがにカナと絶縁まではしませんでした。久しぶりの連絡がこんな内容だとは。凌介は優しくて真面目な性格ですし、浮気なんてできるはずがありません。あれからカナに連絡しても返信はなく、わけがわからないまま。しかし1週間後、妹はありえない行動を起こしたのです。1週間後、ご祝儀もらったからね。今バタバタしてるから後にして。どうしたの？泥棒に入られちゃって、家中めちゃくちゃなのよ。それ私。え？さっきご祝儀もらったって伝えたじゃない。ごめん、話が全然見えないんだけど。家の窓ガラスを割って物を取ったのはあなたってこと？だからそうだって。なんてことするの、今すぐ返して。無理。てかあんたがブランドバッグやアクセサリーを持ってるなんて笑える。かなり関係ないでしょ。どれだけ着飾ろうがブスはブスのままなのに。あの中には友達や凌介、お父さんたちからもらったプレゼントもある。私の宝物なのよ。そんなこと言われてもな、もう売っちゃったし。嘘でしょ。あれだけ売ったのに100万にしかならなかったけどね。偽物も混じってたのかしら。最低、この泥棒。人聞きの悪い言い方しないでよ。ちゃんと凌介さんの許可を取ってるんだから。どういうこと？ブスのあんたを結婚式には呼びたくないけど、ご祝儀はもらいたいよねって話になってさ。は？そしたら、家にあるあんたのものは何でも持って行っていい、それを売ってご祝儀にしようって言われたの。何それ、
もし本当に彼だとしたら、普通鍵を渡すはずでしょ？なくしちゃったんだってさ。だから割って入ってくれ。後で窓ガラスは直せばいいからって。まさかその言葉を鵜呑みにしたわけ？そうだけど。そんな言葉を信じるとか頭おかしいんじゃない？常識的にありえないでしょ。お金持ちの考えなんて庶民には理解できないものなの。呆れて言葉が出てこない。そんなんだから凌介さんに捨てられるのよ。その点私は彼を理解してあげられる。何度か LINE で説明したけど、それは絶対に彼じゃないわ。またそれ？あんたとの結婚式の写真で彼の顔は知ってるし、勘違いするわけないじゃん。でもそれに本人も凌介だって言ってるし、いい加減認めたら？未練がましい女ね。本当に彼じゃないわ。だって凌介は今入院中だもの。奪われたくないからってそんな嘘つくとか必死すぎて笑える。でも残念、これが現実よ。もういい。今警察が来たんだけど、それなら全て話して平気よね。凌介さんの許可は得てるし、何の問題もないわよ。どうぞご自由に。わかった。言ったところで恥をかくのはあんたなのに、アホな女ね。翌日。何度も電話してこないで。やっと返信してきたわね。今から彼と旅行へ行くんだから邪魔しないでよ。だからそれは偽物だってば。しつこすぎなんだけど。マジでうざい。あまりこの話はしたくなかったんだけど、仕方ないか。何が？昨日凌介は入院してるって伝えたでしょ。ああ、あのしょうもない嘘。真実を。彼は1年前から植物状態なの。は？車道に飛び出した子供をかばって事故に遭ってね。さすがに誇張しすぎでしょう。知らない子供をかばって事故るとか、どれだけアホなのよ。私も正直最初は自分が事故に遭ったら意味ないじゃんって思った。でもそれが彼なの。優しくて正義感が強くて、そんな凌介だから私は惚れたのよ。感傷に浸ったふりまでしちゃってマジでウケる。誰もそんな嘘信じないって。それなら彼のご両親に聞いてみれば。マジな話？ええ。はあ、なんで今まで黙ってたのよ。私は彼が目を覚ますって信じてるわ。だから願掛け的な感じで口に出さないようにしてたの。何それ。仮にそうなら凌介さんは仕事ができないはずでしょ。どうやってあんな大きな家に住めるわけ？私の稼ぎに決まってるじゃない。これでも外資系大企業で役職についてるからね。絶対に嘘。あんたみたいなブスでノロマ女がそんな仕事に就けるわけないわ。あなたが遊び歩いてる間に私は努力をしてきた。その結果よ。信じられない。だってこれから彼と会うもの。その人、目元に少し大きめのほくろがない？あるけど。やっぱりね。何が言いたいわけ？凌介の目元にはほくろなんてない。え、でも写真の凌介さんにうり二つだし、まさかドッペルゲンガーだとでも言うわけ？そんなわけないでしょ。彼は凌介の双子の弟よ。は？今回の件をお母さんたちに相談したら、双子の弟のユウとかもって言われたの。え？私も結婚の挨拶の時にチラッと聞いただけだったから忘れてたわ。待って、情報量が多すぎて頭が追いつかないんだけど。彼は素行が悪いらしくて家族から絶縁されてるみたい。凌介にもお金の無心を何度もしてたようだし。どんな、こんな漫画みたいな展開ありえないでしょう。本当よね。私もびっくりしてる。じゃあ私と出会ったのは彼の作戦だったわけ？それはわからないわ。あなたと同じで遊び歩くのが好きみたいだから、たまたま会っただけかもしれないし。でも最初から凌介だって名乗ってた。そうなの？私はてっきりあなたから凌介さんですかって声をかけたのかと思ったわ。は？そうだとしたら相手はそれに合わせることができるでしょ。そんな。これから彼と会うんだよね。聞いてみれば。さっき私を騙してたのって LINE を入れたら返信が来なくて。
電話にも出てくれないの。だろうね。とりあえず今回のことは警察に被害届を出したから。え、どうせ持っていったものは全て売っちゃったんでしょ。それとも返せるの。もう彼と売った分のお金を山分けしちゃったから無理。そっか、それなら損害賠償も請求するからよろしくね。ちょっと待って、私だって被害者なのよ。私の知ったことじゃないわ。盗みに入ったことに変わりはないでしょ。妹の私がこんなことになってるのにかわいそうだとは思わないわけ。まったく、散々好き放題してきたくせに今さら何言ってるの。お姉ちゃんなんだから妹に譲るのは当然じゃない。あんたみたいな手癖の悪い泥棒色欲女なんてもう妹として見れない。はあ、何その言い方。取られるあんたがいけないんでしょ。毎回そう言うけど、私のお風呂でどやってる哀れな女だって自己紹介してるようなもんよ。ふざけんなこのブス。被害届を取り下げないと許さないから。別にいいわよ、私もお父さんたちももうあんたとは縁を切るし。え、なんで。犯罪を犯したんだから当たり前でしょ。家族の家に入っただけじゃない。もう家も出てるし別世帯よ。それに家族だろうと家に無断で入って物を取ったらそれは泥棒になる。家族は罪にならないって何かで見たんだから。確かにそんな法律もあるわね。でしょ。でもそれは直系血族や同居してる親族の場合よ。え、あなたはそれに当てはまらない。家に無断で入ったのは住居侵入罪、盗んだのは窃盗罪になるわね。嘘でしょ、私捕まるの。ええ、だからちゃんと罪を償いなさい。ちょっと待って、そんなの嫌。謝るから許してよ。自分が助かりたいがための謝罪なんていらないわ。ごめんなさい、これからはちゃんとするからお願い。じゃあちゃんと自分のしたことのけじめをつけてね。損害賠償に関しては弁護士から連絡がいくと思うから。それじゃあ意味ないって。あとは弁護士と警察に任せるわ。じゃあね。待ってよお姉ちゃん、なんでこんなことになるの。後日談。カナは窃盗罪で逮捕され罰金刑が下されました。双子の義弟も指示役で共犯ということになり逮捕。猶予期間中だったことから実刑になりました。二人には損害賠償として200万を請求。妹は借金をして一括で支払い、義弟の分は義両親が立て替えてくれました。義両親は彼が出所したらプロの取り立て屋に頼んででも回収するそうです。カナは会社をクビになり、前科がついたことからバイトすら決まらず、実家に泣きついたようですが門前払いされたとか。家賃も滞納してるらしく、追い出されるのも時間の問題だと思います。それからしばらくして夫は目を覚まし、もう一度彼の目を見ることができた私は嬉し涙が止まりませんでした。彼が元気になったら今回の件を笑い話に変えて報告する予定です。だから早く元気になってね。あんたのシュートメイビリが原因で妻が屋上から飛び降りた。お父さん、そのままさっき息を引き取ったぞ。なんてことしてくれたんだ。お父さんには妻が二人いるんですか。あ、そんなわけないだろう。地下のことだよ。意味がわかりません。ごまかしても無駄だ。あんたしょっちゅうシュートメイビリをしてたよな。そんなつもりはないですが。俺は知ってるぞ、あいつ毎日泣いてたからな。さぞ辛かったことだろう。はあ。息子も離婚すると言っている。クズ嫁はすぐに出て行け。え、お父さん息子が龍馬以外にもいたんですね。いいねえよ、その龍馬のことだ。さっきも思ったが一回で別れよ。龍馬が離婚言い出すなんて信じられなくて。いびりで母を天国に追いやったやつと結婚生活を続けたいわけないだろ。あんたと同居したのは間違いだった。そもそもお父さんが同居してくれって頼んできたんじゃないですか。お金を家に入れてほしいからって。あの時はあんたが鬼嫁だなんて思ってなかったからな。ああ、あの時の俺をぶん殴ってでも止めてやりたいよ。
自分に酔ってるとこすみませんが、お母さんが飛び降りたのってお父さんが原因では？はあ？結婚してすぐに仕事を辞めて、お母さんの紐生活を何十年も続けてるんですよね。そりゃ嫌にもなりますよ。ふざけんな。俺たち夫婦の何がわかる？お母さんは自分が選んだ責任を取らないとって離婚はしませんでしたが、命を絶つほど追い詰められていたなんて。俺に責任転嫁してんじゃねえ。二度と帰ってくるな。と言っても、私が帰る場所はそこしかないんですか？あんたはもう俺たちにとっちゃ他人だ。もし入ってこようもんなら通報してやる。龍馬の妻なので他人ではないですよ。たった今あんたと龍馬は離婚した。は？離婚届代わりに出しといたぞ。まさか勝手に書いたんですか？どうせ別れるんだ。俺が書こうが問題ない。無事受理されたしな。あっちゃ、やっちゃいましたね。なんだよ。あ、いえ、じゃあ私はこれで失礼します。急だな。まあもうお父さんとは他人なので、これ以上話すこともないかなと。は、分かってんじゃん。二度と俺たち家族に関わるなよ、クズが。3分後、家族会議を行います。イエーイ。なんで LINE なんだよ。部屋に戻ってきたから話せばいいだろ。だってマッサージチェアがマジで天国なんだもん。離れたくない。わかる。私も今屋上から夕焼け眺めてうっとりしてるところ。せっかく3人で旅行に来たのに統率取れなさすぎだろ。あんたは修学旅行の先生かっつって。それな。うん、はいはい。それで家族会議ってなんだ？父さんいないけどいいのか？むしろそのお父さんのことよ。さっき LINE が来たの。何？まさか俺たちだけで旅行行ったことへの文句とか？一応誘ったけど面倒だから行かないって言ってたし、それはないでしょう。内容聞いたら二人ともびっくりするよ。もったいぶらないで早く言いなさいよ。あんたのシュートメイビリのせいで妻が屋上から飛び降りて死んだ。ちょ、お茶吹いたわ。確かにホテルの屋上にいるけども。それでそれで？息子も離婚したがってるから、さっさと出ていけクズ嫁。龍馬、私と離婚したいの？いや、そんなわけねえじゃん。本当に？証拠は？まさか母さんいるのに言わせるわけ？うん。愛してるよ。世界が滅んでも君を守り続ける。ヒューヒュー。やっぱあなたのプロポーズの言葉はしみるわ。もう、はずいって。龍馬はカレンちゃんにぞっこんだし、離婚するわけないじゃんね。それが、私たちもうすでに離婚済みらしいですよ。は？お父さんが勝手に離婚届出したって。ありえねえだろ。あのバカ、ただでさえ紐男でお荷物なのに、ついに犯罪にまで手を染めたか。まあ無効にする手続きすればいいだけだから別にいいんだけど、問題はお父さんの目的だよね。二人は何か心当たりない？ないな。いつも通り冴えない顔でゴロゴロ転がってるだけだったし。使えねえな。夫にそれはないだろ。今は夫じゃないので。ひって。母さんは何かある？そうね。あの人、いつも夕方になるとニュース見てるじゃない？無駄に。ほんと無駄ですよね。自分は何もしないくせに高尚な人種になったつもりで、世の中の批判ばっか言ってるし。それな。ろくに税金払ってないくせに増税について文句言うなっつーの。話をそらすなよ。それがどうしたんだ？その時に遺産相続についてやってるのを真剣に見てたなって。それってまさか？私の遺産をカレンちゃんに分けたくないから追い出したんじゃないかしら。それはおかしいだろう。だって嫁は遺産相続の権利を持ってないはずだ。実はそのニュースでね、
嫁も遺産相続を受けられるケースがあるって言ってたのよ。え、そうなのか？私も詳しくはないけど、相続人じゃなくても介護とかを頑張った親族は請求できる権利があるとかだったような。なるほどな。確かに姑の介護を何年もしたのに1円ももらえないのは不公平だ。じゃあ私に遺産が渡るのを恐れて追い出したってこと？ああ、父さん単純だからありえるな。でもちょっと待って、どうしました？みんな忘れてない？私超元気だから、毎日高麗人参飲んでるおかげで50代なのに健康診断で30代って言われたのよ。確かに。それに比べて夫は好きなもん食べて運動もせず肥満体型。どう考えても夫の方が先に天国へ行くでしょう。まあそうだな。それは父さんも分かってるはずなのに、なんで母さんの遺産を狙ってるんだ？普通に考えて、自分がお母さんよりも長生きする確信があるからだよね。どうした？自意識過剰だって思われたくなくて二人には黙ってたんだけど。早く言えって。もしかしたら夫に命狙われてるかも。アホか、昼ドラの見過ぎだろ。でもそれなら辻褄が合うよ。お父さんはお母さんを葬ろうとしてる。その前に遺産を取られないように私を追い出そうとしてるんじゃ。だけどそれなら介護する間もなく母さんはあの世へ行くんだから、そもそもカレンに取られる心配がないはずだ。一気に仕留めるんじゃなくてちょっとずつ弱らせていくものだったら、途中介護状態になるよね。まさか母さんはどうして命を狙われてるって思ったんだ？なんか料理の味が変っていうか、何か入れられてる気がするの。それだけじゃわからないな。そもそも料理作ってるのって大抵母さんだろ？そうよ。でも味見した時と実際に食卓で食べる時で変わってる気がするのよ。その間に体に悪いものを混入されてる可能性はありますね。でも今は確かめようがないな。だからね、実は家にカメラを仕掛けてきたの。お母さんやりますね。てへへ。スマホで見られるから、とりあえず部屋に集合しましょう。なんか面白くなってきたな。誰か酒買ってきてくれ。さっき売店で買ったよ。今夜は飲むわよ。次の日。おい、息子が昨日から帰ってこないんだ。あんた、知らないか？あなたが知りたいのは、龍馬ではなくお母さんの行方ですよね。何言ってる。妻は亡くなったと言っただろう。いつ葬式したんですか？他人のあんたに教えるわけない。もうその設定やめた方がいいですよ。だって今、お母さんと夫と旅行中なので。え、なんだよそれ、聞いてないぞ。1ヶ月前に言いましたよ。お父さんも誘われたはずですが。そんな前のこと覚えてるわけないだろ。まあお父さんは毎日ゴロゴロしてばっかで日にちの感覚がないですもんね。でもあんたらが旅行なんて行くはずがない。だって仲悪かっただろ。何をどう勘違いしてそう思ってるんですか？だっていつも言い合いばかりしてるじゃないか。それはお互い思ったことをはっきり言う性格だからです。だけど相性は抜群で親友みたいな関係ですよ。そんな、じゃあ最初から俺が嘘ついてるって分かってたのか？ですね。でもお父さんの企みが何か分からなかったので、とりあえず会わせておいただけです。貴様、俺をからかいやがって。で、なんでお母さんが亡くなったなんて嘘をついたんですか？それは、あー、でも嘘じゃないか。実際に葬るつもりだったんだし。は？何を言っている？実はお母さんが家にカメラを設置してるんです。嘘だろ。そこに映ってましたよ。お母さんがいつも飲んでるお茶に怪しい粉末を入れている姿が。あれは健康食品だよ。やっぱり妻には長生きしてほしいからな。はい、嘘。もちろんその粉末を用意してる姿も映ってるに決まってるでしょ。くそ。じゃがいもの芽ですよね。
毒性があることで有名です。すりつぶしてお母さんが口にするものに混入させて少しずつ命を削る計画だったんですね。なんでカメラなんか仕掛けてやがるんだ。お母さんはうすうす気づいてました。料理の味に異変を感じたそうですよ。感が鋭いババアだな。気づかず天国に行けばいいもの。仕事も家事もしないでっかい赤ちゃんのくせに、今まで散々支えてもらっといてなぜ命を奪おうと思えるんです。好きな子ができたんだよ。は？まだ会ったことはないけど、俺はその子を幸せにしたい。そのために多くの金が必要なんだ。会ったことないってどういうことですか？急にその女性から LINE が来てな。俺のことが好きだって言ってくれた。でもその子の父親は病気でお金を振り込んでほしいって頼まれたんだ。それってなんて父親思いのいい子だろうと思ったよ。俺にできることは全部してやりたい。たとえこの手を血に染めたとしても。詐欺やないかい。はあ？昔からある手口ですよね。まさかそんなのに引っかかってお母さんを葬るつもりだったなんて。ああ、違う。彼女は本当に俺のことを愛してくれてる。騙されるのはあなたの勝手です。だけどそれなら働いてお金を稼げばよかったでしょ。もう何年働いてないと思ってる。今さら社会に出られるわけないだろ。地下の遺産をもらうしか金を手に入れる術はない。知りませんよ。やっぱり私を家から追い出そうとしたのも遺産が減ることが心配だったからですよね。そうだ、こないだテレビでやってたからな。息子は仕方ないとはいえ、あんたにまで分ける羽目になったらたまったもんじゃない。ほんと軽率というか、まあはっきり言わせてもらうとバカですね。なんだと。ちなみにこの LINE、 お母さんと龍馬も見てますので、ちょっと今からあなたへの制裁を考える会議をします。待っててください。え、決まりました。では発表します。制裁ってどういうことだ？まずお母さんはあなたと離婚して殺人未遂で通報するそうです。なんだよそれ、ふざけんな。おっと、驚くのはまだ早いですよ。龍馬からは縁を切り、一切の援助を打ち切るとのことです。じゃあ、そして最後は私、勝手に離婚届を出されたので文書偽造で通報します。以上です。あ、まあ、待てよ。はい。おかしいだろ。結果的に地下は元気だし、離婚だってまた籍を入れ直せば済む問題だ。司法だの離婚だの絶だのは認めないぞ。あなたがアホで失敗しただけでお母さんを葬る意思をさっき語られましたよね。だからってこの仕打ちはやりすぎだ。地下と話をさせろ。言うことはないそうです。あなたが毒を持ってる映像もありますし、確実に豚箱に突っ込むと言ってます。あ、ちなみに指を鼻に当てて豚の真似をしてブヒブヒ言ってますね。あの女。じゃあ龍馬と話をさせてくれ。今まで育ててやったんだ。俺の味方をしてくれるはず。同じく話したくないと。毎日家でゴロゴロしてて邪魔なだけだったと言っています。そんな、じゃあもう俺にはあんたしか残ってない。チカと龍馬を説得してくれ。嫌です。はあ、必死だな。収入ないから二人に捨てられたら人生積みますもんね。もう俺はただ一人のかわいそうな少女を救いたかっただけなんだ。分かってくれよ。家族より会ったこともない人を優先するようなクズ野郎いらねえよって二人が言ってます。ちなみに私も賛成ですね。そんな。もう通報済みなのですぐに警察が行くと思います。じゃあ私たちは明日まで旅行を楽しみますね。嘘だろ、俺を捨てないでくれ。後日談。義父は捕まり、殺人未遂と文書偽造の罪で懲役5年が決定しました。義母は弁護士を雇い、服役中に離婚が成立。龍馬も義父と縁を切り、二度と助けないと言っていたので、出所後は収入ゼロの状態で生きていかなければなりません。30年以上働いていない義父を雇ってくれる職場はなかなか見つからないでしょうし、
過酷な人生が待ち受けていることでしょう。私たちは義母の離婚祝いでまた旅行に来ています。いつまでも居心地のいい関係が続いていけるように二人を大切にしていきたいと思います。あなた今どこにいるの？パチンコだけど。は？嫁の分際で俺に文句でも言うつもりか？仕事中に何してるの？今日は大事な日なのに。ああ、そういえば親父が会社に来る日だっけ？お父さんがこの不動産会社の社長を近々辞任するから幹部も集めて話したいって言ってたのに。パチンコって、実の息子であるこの俺が社長に就任って話だろ。ついにこの日が来たか。そんなのんきなこと言ってる場合？後のことはお前に全部任せるわ。え？お前は俺の妻であり、一応うちの従業員だろ。うまくやっとけ。そんなのあんまりよ。次期社長でもある夫を支えることもできねえのか。完全にダメ嫁じゃん。お父さんになんて説明すればいいか。親父は俺に甘々だし、後継ぎには文句は言わんだろ。そんなこと言ってたらいつか足元救われるわよ。そもそも親父は資産家で、生前贈与ってやつでいくつか資産をもらったんだぜ。株とかのこと？そうだ。ゆくゆくは親父が所有する全株を俺がもらうわけだし、勉強も兼ねてってことで譲り受けたんだよね。それがどうしたっていうの？多少自由にしてても最終的には親父の資産は全部俺のものになるんだし、真面目に働くだけ損だってこと。何それ？それに会社でちまちま働かなくても株だけで総資産1億あるし。そんなに？初耳なんだけど。言ってなかったか？聞いてない。まあいいじゃねえか。そこまで稼いでるなら生活費入れてよ。なんで？最近になって急に入れてくれなくなって困ってたんだから。俺が稼いだ金だ、好きに使わせろ。うちには小学生の息子が二人もいるのよ。いろいろと出費だって多いのに。それはお前が何とかしろよ。同じ親とは思えない発言ね。つーか、俺のおかげで家族で豪邸に住めてるんだから、これくらいのことでギャーギャー言うな。もともとあの家はお父さんのものでしょ？それも言い換えれば、俺と結婚したおかげだろうが。広い庭にプールまであるんだ。少しは俺に感謝しろ。とにかく今はそんな話をしたいんじゃないの。せめて会社には戻ってこれない？あ、確変来た。は？ちょっと今激アツだからスマホの電源切るわ。じゃあ会社のことはよろしく。あ、ちょっと待ちなさいよ。私の名前はユキコ、38歳です。岐阜の不動産会社で働きながら小学生になる2人の息子を育てています。4歳年上の夫とは10年前結婚相談所で知り合いました。少しおっちょこちょいな性格ではありましたが、優しい人柄に惹かれ1年の交際を経て結婚。義両親との関係も良好で何不自由ない暮らしをしていたのですが、ここ最近夫がギャンブルにはまったことで生活は一変しました。株でかなり稼いでると言っていましたが、きっとそのお金も娯楽に消費しているのでしょう。義両親には夫のことを一応相談をしています。ただ一人息子が可愛いのか最終的には甘やかすので困ったものです。別れようと考えたことはあります。ただ私は義父の会社で働き、家も義父が所有するもの。また子供たちのことも考えるとなかなか踏ん切りがつかずにいます。しかしこの後とんでもない事実を知ることになるなんて想像もしていませんでした。1ヶ月後。浮気してたなんて最低。あ、バレちゃった。若い女が会社に来たの。私が再婚するから旦那さんと別れてくれって。いやマジか、モテる男は辛いね。そんなこと言ってる場合？浮気くらいで文句言うなよ。嫌なら離婚するか。は？でも俺と別れたら困るのはお前の方だもんな。何言ってるの？資産家兼次期社長の俺を手放した瞬間、お前はガキたちと一緒に不幸のどん底に落ちるわけだ。はあ、かわいそう。なんで私が不幸になるって決めつけるのよ。俺に捨てられたらあの豪邸からも出ていくことになる。住む場所を奪うってことね。それだけじゃない。お前は職も失うんだぜ。え？お前が今働いてる不動産会社は最終的に俺が社長に就任する。
なら元妻を雇い続けるなんてアホなことするわけないだろうが。でもあなたは浮気をしたんだから、離婚するなら慰謝料はきっちり請求させてもらうわよ。なら俺の書斎にあるタンスをやるよ。あの古いやつ？親父が大昔に買ったやつで100万くらいしたんだってさ。絶対中古価格は低いでしょう。ぶっちゃけあれ無駄にでかくて邪魔だったんだよな。後でお前の実家に送っとこっかな。困るんだけど。そんなの知るかよ。とにかく俺は離婚になれば1円も払うつもりはない。裁判したいならすればいいが、俺が拒否し続ければ費用だってかかることになる。そんなことに使う金をお前は持ってんのか？それは。ああ、それと言い忘れたが、離婚になれば5000万の借金持ちにもお前はなるんだぞ。どういうこと？実は俺、1億円の借金があるんだよね。聞いてない。言ってねえもん。なんでそんな額を借りたの？株で儲けてるとかこの前言ってなかった？確かに先月までは稼げたが、最近株価が暴落したな。それで借金を。で、全資産を使って別の株を買ってまた頑張ってはみたんだが、うまくいかなくてさ。1億くらい資産はあるって言ってたよね。それもゼロに？そうそう。だからまた株で一儲けするために借金をしたってわけだ。頭痛くなってきた。勘違いするな。借金は一時的なものだ。その金で新しく株を買ってまた荒稼ぎする予定だから。そんな簡単に行くわけないじゃない。すぐに完済する予定ではあるが、お前が離婚っていうのなら、これは折半ってことで。なんでそうなるのよ。お前知らないのか？借金も財産分与の対象なんだぞ。嘘。弁護士事務所サイトに書いてあったから間違いない。そんな。はい、俺の勝ち。俺に捨てられて地獄に落ちたくなかったら浮気くらい許せ。こんなのあんまりよ。1ヶ月後。お前どこにいんだよ。こんな夜遅くに何？晩飯は？そんなもの用意してない。ふざけんな。疲れて帰ってきた夫に飯の一つも用意してないとか、嫁失格じゃねえか。ってことは今まで働いてたってこと？女と遊んでたんだ。文句あんのか？文句しかないわ。なんだと？離婚してもいいのか？私のつもり？俺は本気だ。書斎のある机の引き出しに記入済みの離婚届だって用意してるんだぜ。それならこの前書斎を掃除してた時に見つけたわよ。どうだ、俺の本気度が分かってビビっただろう。むしろ助かったわ。は？俺に捨てられてもいいっていうのか？捨てられるのはあんたの方ね。もう離婚届も提出したから。どういう意味だ？言葉のままの意味だけど。お前分かってんのか？俺と離婚したら借金持ちになんだぞ。離婚届まで書いてたくせに何焦ってんの？いや、そういうわけじゃない。俺は現実的な話をしてんだ。それなら心配しないで。財産分与のことなら弁護士に話を聞いたわ。そこまでしてたのかよ。生活費として借りてたとかならまだしも、今回は勝手にあなたが借金を作ったのよね。それは財産分与の対象にはならないそうよ。じゃあ1億の返済は離婚後も俺一人でやれってことか？当たり前でしょ。嘘だろ。ネットには借金も財産分与って書いてあったのに。都合のいいように物事を解釈しないで。もういい。離婚でも何でもしてやる。でもお前はクビだ。その言葉そっくりそのままあなたにお返しします。どういう意味だ？あなたは今日限りで解雇処分となります。なんでだよ。だって就業時間中に遊びに出かける人なんて普通に社会人としてアウト。無断欠勤も多かったし、解雇は十分可能よ。俺は次期社長だぞ。そんなことできるわけない。次期社長は私よ。は？先々月お父さんと上層部を交えて新社長の話し合いをした日があったでしょ。俺を社長に就任させるって話で終わったはずじゃねえのか？大事な話し合いだったのに、あなたはパチンコにうつつを抜かして会社にすら来なかったわよね。それでお父さんがカンカンに怒ったのよ。あの温厚な親父が？ LINE も見せたら呆れ返ってたわ。見せんなよ。今までは一人息子だからと多少のことは目をつぶっていたけど、ここまでのことをする人間に会社を任せるのはさすがにって話になったってわけ。
それで血のつながりのないお前を次期社長に？そんなのおかしいだろ。跡継ぎは基本的に誰がなっても法律上は問題ないからね。今まで会社で真面目に働いてきた私のことをお父さんはとても評価してくださったのよ。たかが事務員のくせに。え、私のことを事務員だと思ってたの？不動産の知識も資格も持ってないお前ができる仕事なんてそれくらいしかないだろうが。私宅建持ってるけど。なんだそれ。宅地建物取引士。超簡単に説明すれば不動産取引の専門家ってこと。そんなもんくらいで威張るな、所詮平社員のくせに。一応去年から営業部で部長もしてるよ。マジ？ここ最近はまともに会社にすら来てなかったもんね。知らなくて当然といえば当然か。なんで親父はそこまでお前を評価してんだよ。嫁ごときに部長だの社長だの甘やかす理由がわからん。私は努力して結果を残したの。成績だって今は社内トップだし、宅建も入社した後に子育てと家事の合間に取得した。全然知らなかった。宅建の話はさすがにあなたにも伝えたはずなんだけど。覚えてない。人の話聞いてなさすぎ。てか後を継ぐどころか職まで失うなんて笑えねえ。借金だってあんのに。株はどうなったの？暴落したって言ったじゃん。でも1億借りてまで何とかしようとはしてたじゃない。あれだけ自信満々だったくせに。ダメだったってことはないわよね。それはその。何か問題でも？実は新しく買った株も大暴落しまして。ほんと才能ないわね。そんな言い方よせよ。俺なりに頑張ったんだって。じゃあギャンブルも浮気もやめればよかったじゃん。そうなんだけど。そもそもなんで最近になってそんなものにハマったのよ。最初は軽いノリでパチ屋に入ってみただけなんだよ。そしたらあっさり20万も儲けちまって。俗に言うビギナーズラックってやつね。それで気分も良くなってキャバクラに行ったら意外とモテちゃって。勘違いしてるようだけど、それ両客だって思われてただけでしょ。そんなことない。お父さんは資産家で会社も経営している人だって気分よく話したんじゃないの？まあ会話の流れ的に少しだけ話したりはしたが。この前会社に来た浮気相手の女もキャバ嬢よね。見た目からして派手だったし。でも彼女は心から俺のことを好きでいてくれてるんだ。彼の資産は私のものとか社長夫人の座を渡せとかお金関連のことしか言ってこなかったけど、絶対に人柄で惚れたわけじゃないでしょ。絶対に違う。俺顔もいい方だし。まあまあ顔はいいとは思うけど、ここ最近はおでこの過疎化が。それは言うな。割と気にしてんだよ。まあそんな話はどうでもいいの。慰謝料と養育費はしっかり請求させてもらうから覚悟しておきなさいよ。あ、そうだ、貯金は？あ、もしかして財産分与を期待しちゃってる？少しくらいはまとまった金はあるだろ。ここ最近は生活費を入れてくれなかったでしょ。貯金なんてできてないわよ。え、ないのか？正直生活するのもやっとの状況だったのよ。嘘言うな。お前も働いてたくせに。そんなことになるとかおかしいだろ。そもそも私たちが暮らしてた豪邸、維持費がすごいかかってたのよ。え？プールは素人じゃ清掃もできないし、庭も広い上に木も何本か植えてたじゃない。近隣に迷惑がかからないように定期的に剪定なんかもしてて、それなりにお金がかかってたの。だから貯金がないのか？まあ多少はあるけど、来年の固定資産税用に避けてたやつだからね。自由に使えるものではないよ。じゃあ家を売る。そしたらもろもろ払ったとしてもたんまりお釣りが返ってくるはずだ。今お父さんと一緒にいるんだけど、そんな理由で家を売るのは絶対に許さないんですって。親父から譲り受けたものならもう俺のものだろ。好きにさせろよな。名義変更してないじゃん。え？固定資産税と家の維持費を支払うことで済ませてもらってただけよ。そんな話知らねえぞ。あなたが提案したんでしょ。どうしても豪邸に住みたいからって頼み込んでこういう形になったんでしょうが。嘘だろ。最初の頃はあなたも生活費を入れてくれてたからなんとかなってたけど、ここ最近は大変だったんだから。覚えてない。鳥並みの記憶力でびっくりするわ。
なら親父があの世に行くまで支払いは待ってくれ。まさか遺産で払う気？親父の資産を全て相続すれば余裕で支払えるからさ。ああ、お父さんぶち切れた。なんで？そりゃ縁起でもないことあんたが言ったんだから怒るのは当然でしょ。でも遺産を俺がもらうのは長男の特権だし。残りの資産は信頼できる親戚に生きてる間に贈与するってさ。え？バカ息子には1円もやらんだそうです。嘘だろ。あ、でも慰謝料は例のタンスで手を打ってもいいわよ。あの古いタンスでいいのか？ええ、構わないわ。やっぱお前いい女だな。いや、見直した。しかしあのタンスが500万もの価値があるなんてびっくり。は？100万じゃなくて？この前鑑定士さんに依頼してタンスの価値を調べてもらったの。そんなことしてたのかよ。ちょっと気になってね。で、鑑定の結果、実はあれ歴史的にも価値の高いものだったのよ。マジ？しかも希少価値も高くて購入時よりも価格上がるって鑑定士さんは言ってたわ。なんなら今後も状態が良ければより価値が上がっていくかもしれないんですって。返せ。いいけど、タンスを売って慰謝料を支払うつもり？いや、価値が跳ね上がるまで保管しとく。それで慰謝料も養育費も借金もまとめて払うからちょっと待ってろ。そんないつになるかわからないものを待つわけがないでしょ。それに鑑定士さんが価値が上がるって言ったのは状態が良ければの話よ。それがどうした？最低でも月に1回のお手入れはしておいた方がいいらしいし、日本は湿気が多くてカビの心配もあるからそこら辺も気をつけてって言われたわ。あなたにそれができる？それは。結局宝の持ち腐れにしかならないんだから、今の段階で私に渡した方がよっぽど賢明だと思うけど。それはそうだけど。あと浮気女にも慰謝料を請求したから。そこまでしたのかよ。既婚者だと分かっておきながら会社にまで乗り込んでくる奴にも一応制裁は必要だと思ったからね。内容証明も送ったし、そろそろ確認してる頃かも。あ、なんかめっちゃ彼女から着信が。まあ怒りの連絡でしょうね。あなたのギャンブル癖や借金のことも全て手紙に書かせてもらったから。余計なこと言うなよ。やりすぎだろうが。お前に同情の余地はない。はぁ？ここまで話しても自分の心配ばかり。ヘドが出るわ。じゃあ何を話せばよかったんだよ。子供たちの心配は？あ、忘れてたのね。親失格にも程がある。いろいろありすぎてちょっと抜けてたというか。それが問題だって言ってんのよ。とことん地獄を見ろ、このクズ男が。そんな。後日談。その後弁護士さんと義父の協力もあり、慰謝料は500万のタンス、養育費は分割という形で請求することができました。しかし数ヶ月後、元夫は浮気相手と口論になったらしく、あろうことか手を出してしまい逮捕されてしまったのです。この件をきっかけに義両親は絶縁を決意。そして先日街で偶然出所した元夫を見かけたのですが、ストレスからなのか後頭部とおでこの過疎化が進んでおり、波平まであと一歩といった感じの見た目になっていました。後日早速元夫の身辺調査をして居場所も特定。多額の借金返済に追われ、ボラアパートで貧乏暮らしをしているみたいです。養育費はまだ回収が1円もできていない状態なので、早速弁護士に相談して請求したいと思います。私の結婚生活は辛い結末を迎えてしまいましたが、今後は子供たちが幸せに暮らせるように親として頑張りたいと思います。家に入りたかったらもっと金稼いできなさい。チェーン開けてくれよ。なんで俺が締め出し食らわなきゃいけないんだ。あんたの稼ぎが悪いからに決まってるでしょ。生活費は十分渡してるだろ。底辺のサラリーマンの給料じゃ腹も心も満たされないのよ。月収30万ってそんなに低いか。あんたネット検索したことないの？40代後半だったら最低でも35万は稼ぐのが常識。そういうものなんだ。家に戻ってくる暇があるならダブルワークしなさい。無理言うなよ。一日働いてクタクタなんだ。夜くらい休ませてくれ。冗談は顔だけにして。
そんな言い方ないだろ。他に言い方があるなら教えてほしいわ。しかもあんたってすっごく臭いのよね。ちゃんと毎日風呂入ってるし、デオドラントスプレーも使ってるぞ。そこまでしても腐った油みたいな匂い放つってドン引きするわ。いくらなんでも言い過ぎだよ。私だけの意見じゃないわよ。ユリカなんて鼻が曲がるって。 LINE で直接あんたと話をしたいって言うから、ユリカを LINE に入れるわよ。クソジジイ、家の前にいるだけで臭いんだよ。さっさとどこか行けや。パパにそんな言い方ないだろ。パパって自分で言うか。普通キモすぎてゲロるわ。いつも俺をパパって呼んでくれてるじゃないか。ここ数ヶ月顔合わせたことないけど、いつの話してんだよ。匂いだけじゃなく記憶力までやばいな。ユリカ、小さい時はパパのお嫁さんになりたいって言ってくれてたのに。今すぐ100万持ってくるか金稼ぎに行くか、どっちか選べ。家に入りたい。却下。私からは以上。ってことで、金稼ぎに行かないなら臭いから倉庫で寝泊まりして。雪が降ってるんだぞ。倉庫で寝たら投資しちゃうよ。そんなの私の知ったこっちゃないわ。さて、温かいお風呂に入って寝ましょっと。美穂、待って。頼むから家に入れてくれ、美穂。俺は広信、42歳。介護が必要な人に施設を紹介する仕事をしています。6歳年下の妻には底辺サラリーマンとバカにされ続けていますが、家に入れてもらえなかったのは初めてです。妻にいろいろ言われることより、娘に臭い、キモいと言われたのが何よりもショックです。心に受けた傷に塩を塗り込まれたようにズキズキと痛みます。娘のゆりかは20歳の大学生。小さい頃は俺にべったりで甘えん坊でした。妻の見下し発言にはへきへきしていましたが、娘のために一生懸命働いてきたんです。仕方ないので倉庫で休んでいたのですが、寒くて仕方ありません。この後、想像を超えた展開が待っていたのです。次の日。寝心地いかが？狭くて参った。体が痛いよ。邪魔ないわ。寒空に俺を追い出して笑ってるお前の神経がわからない。なんですって？底辺サラリーマンのくせに何様のつもりで私に反論してんのよ。いつの間にそんな口ばかり聞くようになったんだ。あんたが出世コースから外れたのを知った日からよ。え？それがきっかけなのか？そりゃそうでしょう。出世もできない安月給の男なんて一緒にいる価値もないわ。40過ぎて役職もらえないなら一生平社員ね。俺は出世よりも介護で悩んでいる人の力になりたいんだ。善人ぶってんじゃないわよ。あんたのそういうところマジで虫図が走る。以前は俺の気持ちに共感してくれてたじゃないか。仕事だけは熱心だから出世するかと思って共感したふりをしてただけ。それ本音じゃないよな。本音中の本音。他にご質問はあればどうぞ。この際だから全部答えてあげる。もういい。聞く気も失せたよ。私もうだつの上がらない底辺サラリーマンのあんたにうんざり。そうか。ユリカと二人で旅行してくるわ。倉庫から出ても絶対に家に入らないでよ。なんだって？一度でも家に入った形跡あったら、今いる場所から一生出られないように閉じ込めてやるから。それはどういう意味だ？意味もわからないなんて笑っちゃ。たっぷり頭冷やしなさい。私たちは北海道の温泉に10日間くらい行ってくるわ。そんな金どこにあるんだよ。あなたのクレカで限度額いっぱいまでキャッシングしたの。後で全額返してもらうからな。お断りします。あなたが働いて返済しなさい。10日後。ゆりかちゃん、お土産選んでる場合じゃないわよ。ビッグニュースが飛び込んできたの。なになに？ママどこにいるの？警察から電話来たから、お土産屋さんの外で話してたんだけど。警察がママに何の用なわけ？聞いてびっくり。パパが倉庫の中で息絶えてたんだって。マジで？マジマジ。近所の人が倉庫から異臭がするって警察に連絡したそうよ。最後まで臭かったんだ。うえ。勝手に倉庫で寝てそのまま行くとか、アホの極みよね。もう顔見なくて済むね。最高。家追い出す作戦大成功じゃん。警察の話によると、倉庫から自力で出られなかったらしいわ。さすがアホだね。普通雪降ってる日に倉庫で寝ないし。アンポンタンが自らあの世に行ってくれてついてるわ。
おかげで保険金で贅沢できるわね。やった私欲しいものいっぱいあるんだ。あー心躍る。何でも買ってあげる。これからは二人で人生楽しみましょう。保険いくら入るの？いくらくらいだったかしら。確認するのにすぐに家に戻りましょう。警察にも身元確認に来てほしいって言われたし。オッケー、お土産買っちゃうからもう少し待ってて。早くね。ああ、いくらお金が舞い込んでくるのか楽しみすぎるわ。お喜びの途中で口を挟んで悪いんだけど。え、何今の、怖いんだけど。お化け的な感じ。あれ、魔男の遺体だぞ。これ夫の LINE なのですが、警察じゃないですよね。お前の夫、ゆりかの父親のヒロノブだよ。タチの悪いいたずらやめてください。私と娘の LINE にどうやって入ってきたんです？これ美穂とゆりかが俺を家に入れなかった時に作ったグループ LINE だけど、既読数も2になってるだろ。ああ、グループ LINE のままだった。いやでもおかしいわ。騙されませんよ。夫はもうこの世にいないんです。残念ながら俺は生きてる。あの世に行ったのは俺じゃなくてお前の浮気相手だよ。は？何ですって？俺も警察から電話もらって今身元確認してきたんだ。間違いなく美穂の真男だったよ。3日前に浮気調査の報告をメールでもらったばかりだったからすぐに分かった。浮気調査ですって？まさかのまさかだけど、あなた本当にヒロノブなの？そうだよ。遺体が誰だったのか妻には俺が話しておくって警察に言っておいた。パパ生きてたの？喜んでいたのにがっかりさせて申し訳ない。まさかの展開。あなたうちの倉庫で寝泊まりしてたんじゃないの？雪降ってたし寒すぎるからカプセルホテルに泊まったんだ。狭くて体が痛いって言ってたのはそういう意味だったの？そうだよ。初めて使ったけど狭すぎて寝れないから翌日からは実家で寝泊まりしたんだ。家に帰らなかったの？もうお前たちにいろいろ言われるのは嫌だからな。でもおかしいじゃない。彼がうちの倉庫にいるはずないわ。うちの倉庫の中に入った理由はわからないけど花束を持ってたそうだ。何か思い当たることはないのか？あなたを家に入れなかった日、付き合って2年目の記念日だった。これは俺の想像だけど、サプライズで倉庫から出てきてお前にあげるつもりだったのかな。そんな、彼がもういないなんて。あの倉庫ドアが開きにくかったから入ったのはいいけど開けられなかったのかも。だったら私に連絡くれればよかったのに。スマホ持ってなかったそうだよ。なんて運のない人。俺が言うのもなんだけどお前の浮気相手だぞ。そんな言い方ないだろ。いなくなった人を思っても仕方ないもの。彼のことは忘れる。お前の発言には言葉を失うよ。彼が急に帰ってこなくなったから家族から捜索願いが出てたそうだ。今頃奥さんが警察に駆けつけてるかも。私の浮気相手だって警察にバレてないわよね。包み隠さず伝えといた。何してくれちゃってんのよ。隠し通せることじゃないだろう。それより俺を追い出した日倉庫の中から声や音がしなかったのか？あなたとの LINE 終わった後すぐにお風呂に入って寝ちゃったし気づかなかったわ。雪が降ってたから音を吸収しちゃったのかもな。ゆりかは倉庫の異変に気づかなかったか？パパが倉庫の中で動いてるだけだと思ってた。ゆりか気づいてたの？だったらすぐに教えなさいよ。あんたのせいで大変なことになったじゃない。はあ、私のせいにするなんてありえなさすぎ。もしママに教えててもパパが倉庫にいるって思ってたから助けなかったでしょ。それはそうだけど様子を見に行くことはできたわ。そうすれば彼の声だって分かったし、うちの倉庫で亡くなることもなかった。何それ、私のせいにする気？てか浮気してたなんて最低なんだけど。マジで不潔すぎ。今そんなこと言い合っててもしょうがないだろ。とにかくすぐ旅行から帰ってこい。まだお土産買ってないから無理。お土産買ってる場合じゃないだろ。え、どうして？お前らが家にいる時に起きた事件だ。事情を警察に話さないといけないんだよ。私は悪くない。不慮の事故よ。倉庫の中にいたのが俺だったら助けなかっただろ。扉が開かないなんて思ってもいなかったもの。倉庫で音がしてたのに見て見ないふりをしたのはゆりかよ。全部ゆりかの責任だわ。信じられない。私に罪なすりつけるなんて。そもそもママがパパを家に入れなかったから起きたことでしょ。ゆりかだってパパが臭いから家に入れたくないって言ってたでしょ。もうそこまでだ。罪のなすり合いはやめろ。見苦しいよ。せっかく楽しい気分だったのにテンションだだ下がりなんだけど。
ママの浮気男の話だし、私は関係ないから。このまま旅行続ける。帰らなかったら警察に逃亡したと思われるかもしれないぞ。え、逃亡なんてしてない。それを分かってもらいたいなら警察と話せ。でも警察怖いもん。人の命が絶たれたんだ。自分のことばかり言ってんじゃない。スマホの位置情報はオフしたし、私たちのいる場所なんてどうせ分からないわよ。おっと、私もオフにしなきゃ。ってことであとはパパが何とかして。お前らどうしようもないな。ため息しか出てこないよ。もしもの時の保険で警察に事情聴取されないように私は関係ないって警察に連絡して。は？何言ってんだ。お前をかばう気はない。そんなこと言わないでよ。長年連れ添ってきた夫婦じゃない。ユリカのことはどうでもいいから、私のことだけ守って。最低の母親だな。本当にママ下水。これからはパパの言うこと聞いていい子になるから、浮気女のママとは離婚して私と暮らそう。何それ。うっせーよババア、口出しすんな。美穂の浮気も立証できたし、離婚はする。ゆりかは二十歳なんだから、これからは一人で生きていけ。離婚されたら私生きていけないんだけど。私もパパがいないと生活できないし、大学に通えなくなっちゃう。本当に呆れるよ。お前たちは自分のことばかりだな。底辺サラリーマンよりもっと稼ぎのいいやつ探せ。あなた待って、離婚はやめましょう。パパ謝るから私を許して。美穂もゆりかも許さない。軽い気持ちでしたことがどんな結末を迎えたかしっかり向き合うんだな。そんなこと言わないでお願いだから。え、お土産屋に警察が来た。帰ってきそうにないから、スマホの位置情報をオフする前に警察に電話しといた。私を警察に売るなんてひどい。ひどいのはお前らの方だろ。事の重要性がまだ分かってないのか。人の命が絶たれたんだ。警察が重要参考人として美穂とゆりかの話を聞きたいのは当然だろ。重要参考人ですって、私どうなっちゃうのよ。それは警察で聞け。あと旅行に行くのに俺のクレカでキャッシングした80万は全額支払ってもらうからな。え、無理よ、どうやっても返せない。離婚届は書いたら送る。家はもともと俺の持ち物だからすぐに出て行け。お願いだから警察を止めて、離婚もなしにして。それは無理だな。ってことで俺からは以上だ。後日談。美穂とゆりかはお土産屋に到着した警察に連れられて任意同行され、事情聴取を受けたそうです。亡くなった浮気相手の男性は自分で勝手に倉庫に入って出られなくなり凍死したそうです。美穂とゆりかは自ら手を下したわけではないので罪にはなりませんでした。最後までダダをこねていましたが、俺と美穂は協議離婚し、浮気の慰謝料と俺のクレカを使った分を全て請求、全額支払うことを約束させました。相手の奥さんからも慰謝料を請求されたので、早く働いてもらいましょう。ゆりかはバイトをしても続かず、大学は辞めることになりました。縁起が悪いので家は不動産屋に買ってもらいました。俺は相変わらず手取り30万ですが、一人で暮らすには十分です。介護で悩んでいる人たちの力になれるよう努めていきます。王子様を見つけたわ。私はプリンセスになる運命なの。あなたとは本物の愛ではなかった。その豪邸はもらうから早く出てって。え、どういう意味？もうご飯できてるぞ。昨日ガパオライスが食べたいって言ってたでしょ。離婚してって言ってるの。え、いきなりどうしたの？私の王子様が見つかったのよ。いやいや、 LINE で離婚話とかないよ。とにかく帰ってきなよ。いやよ、もうあんたとは暮らさない。王子が嫌がるわ。王子って浮気してたのか。浮気なんてちっぽけな言葉で簡単に片付けないでよ。これは神様が与えてくれたチャンスなの。浮気は浮気でしょ。君は既婚者でしょ。私が昔フランソワだった頃の全然前世から王子とは結ばれてたのよ。君の名は斉藤七子だよ。とにかく離婚するからお城から出てって。有席配偶者からの離婚は認められないよ。ある席？何？フランソワには難しかったか。浮気した側からの離婚は認められていないんだよ。嫌がらせ。男の嫉妬は醜いわよ。そういう問題じゃなくて、 LINE じゃなくて話し合おう。一旦帰っておいでよ。
もうあんたの顔見たくないの。王子だけを記憶に焼き付けたい。そうは言ってもこれはないよ。往生際が悪いわね。これは運命なの。運命って僕の時もそう言ってたじゃない。早くそのお城から出てってね。何言ってるんだよ。なんで僕が出てくんだよ。私の好きなようにデザインしたのよ。プリンセスが住まなきゃ意味ないでしょ。確かに君のために建てた家だし、ピンクばっかりで君らしいけど、ローンも残ってるし家は渡せないよ。私の言うことが聞けないの？いつも聞いてくれるじゃない。君が料理しなくても掃除をしなくてもブランド物を欲しがってもできる限り答えてきたはずだよ。だけどこれは違うでしょ。あんたちょろかったわ。私のために毎日ご飯作ったりさ、すごく必死で見てていたかったわよ。君のためを思ってしてたんだ。そんな風に思ってたなんてがっかりだよ。何言ってるの？あんたが私に使うお金なんてせいぜい月に40万程度でしょ。王子はもっと尽くしてくれるわ。僕も相当頑張ってたと思うけど。あんたとは何もかもが違うの。お金持ちだしイケメンだしね。そのお城は私と彼の愛の巣になるのよ。それはあんまりだよ。浮気したのは君だろ。結婚式で幸せにすると誓ったくせに不幸せな結婚だったわ。その慰謝料として家をもらう。そんな無茶苦茶な。財産ももらうわよ。半分もらう権利があるらしいし。誰かに聞いた口ぶりだね。浮気して離婚するなら慰謝料はもらえないよ。浮気っていうのは一線を越えてからなのよ。これは純愛、プラトニックなの。それで離婚は言い出さないでしょ。関係持ってるから離婚したいんでしょ。証拠あるの？今まで気づきもしなかったくせに。バカは黙って出てきなさいよ。仮にも夫婦だったのに散々な言い方するね。最近家にいなかったのはそのせいだったのか？生活費くらいは持ってっていいわよ。通帳とキャッシュカードは私が持ってるけど、そこに現金置いてあるから、しばらくそれで生活できるでしょ。どこに？ないけど。あるでしょ？冷蔵庫に5000円貼ってある。5000円で何しろってんだよ。しばらくってどのくらいの設定だよ。贅沢しなきゃ次の給料までそれで生きていけるでしょ。出て行けって言うくせにホテル代もくれないのか。それにその通帳に給料入るでしょ。とりあえず返してよ。は？なんで？なんでってローンとかもその口座から引き落としだから勝手に使われちゃ困るんだよ。だってあんたのクレジットカードもう使えないし。僕のクレジットカード？なんで使えないの？知らないわよ。使えませんって言われたの。っていうか夫のカードでも無断で使用するのは違法なんだけど。あんたのものは私のものでしょ。違法もクソもないわよ。それに限度額は500万円のはずだけど。愛のためにはお金がかかるの。私はあんたと違ってプリンセスなんだから、服も爪も髪も一流じゃないと私には合わないの。それはいくらなんでも使いすぎでしょ。支払いどうするんだよ。あんたが払いなさいよ。それでも幸せにできなかった慰謝料のうちよ。お互い頭を冷やそう。僕は一旦実家にでも戻るよ。でもまだ僕の家でもあるから勝手なことはしないでほしい。出てってくれるのね。やっとお城に戻れるわ。あんたの荷物はまとめといてあげる。離婚届はそっちに郵送するから。後で実家の住所 LINE で送っといて。実家の住所くらい覚えとけよ。考えを改めてくれることを願ってるよ。ありえない。この美貌はあんたにはもったいないわ。僕の名前はたかし。2年前に結婚し、外資系の会社員をしています。妻のななこは一切家事をせず、料理や食事も作ったことがありません。それでもななこを愛していた僕は、家事一切を引き受け、ナノコの希望通りピンクとキラキラの豪邸を去年の春に建てました。そのナナコがいきなり、離婚をしたいからこの家を出て行けと言い出したのです。いつも通り食事を作っていた僕は驚きましたが、浮気の証拠もなかったため、一旦実家に戻ることにしました。離婚届送ったんだけど、ちゃんと出してくれたの？あんたが財産分与するのずっと待ってるんだけど。やっぱり気持ちは変わらないんだね。まだ期待してたの？ありえないって言ったでしょ。聞きたいこともあるし、一度会って話そう。家の名義はいつ私になるの？ほんと話聞かないな。家を渡すつもりはないよ。は？もう私の家なんだけど、あんた出てったじゃん。一旦出ただけだよ、そう言ったでしょ。はぁ、うざ。いいから家と財産渡してよ。そうはいかないよ。鏡見て出直しなよ。その顔面とやってく気はないの。その言い方はあんまりだよ。だってそうでしょ。あんたのいいとこお金だけじゃん。なのにそれも王子に負けたし、全然前世からやり直しな。
顔面凶器との結婚は罰ゲームだっけ。え、顔見てやるだけでも給料欲しい。それどこで。家出る前にカメラ仕掛けたんだよね。カメラってどこに。寝室とリビング。家に帰ってきてないのにそんなことできるはずないわ。見たから会話知ってるんでしょ。携帯で確認できるようになってる。盗撮じゃない、犯罪よ。残念だけど自分の家にカメラ仕掛けても何の罪にもならないんだよ。なる、プライバシーの侵害よ。秘密録音って言ってね。これ以上は説明めんどいからググってくれる。通報してやるから、嫌なら財産全部とお城の名義を早く渡しなさい。やってみれば。今気にしなきゃいけないのはそこじゃなくて寝室のカメラだと思うけど。寝室ってまさか嘘でしょ。バッチリ映ってた、僕の妻と既婚者のはずの親友が。そこまでするなんてありえない。いつも会社で励まし合ってきた同期が浮気相手だったとは驚きだったよ。あいつ去年社長の娘と結婚して奥さん妊娠までしてるんだぞ。お前ら何やってるんだよ。そんなこと知らないわ。とにかく豪邸と財産はもらうわ。なんでそうなるの。財産分与なし、家も渡さない、慰謝料100万円を一括で払う。これ認めるなら離婚してあげるよ。それはやりすぎでしょ。100万なんてふっかきすぎよ。あと勝手に使った僕のクレジットカードの分も500万も払ってね。全部で600万。無理に決まってるじゃない。慰謝料は相場よりも安いと思うよ。あいつに払ってもらったらいいでしょ。王子はお金持ってるんでしょ。そっか、そうね、分かったわ。王子がお金持ってるからそれでいいわ。あんたと違って彼は解消あるから、超尽くしてくれるからね。じゃあそれ書面にしてよ。弁護士に書類を届けてもらうからさ。弁護士まで用意してるの。用意周到ね、いやらしい男。なんとでも言ってくれ、君よりはマシだと思うけど。早く持ってこさせてよね。あんたなんかと夫婦だったなんて人生最大の汚点だわ。初めて意見があったね。僕も同じ考えだよ。今日中に弁護士に行ってもらうから、その時通帳やカードも渡してくれよ。ていうか会社で彼に会っても変なこと言わないでよね。変なことって。料理も掃除もできる女になってんの。君もむちゃくちゃだな。一度もしたことないくせに。うるさい。財産分与なしで離婚してあげるんだから、それくらいいいでしょ。まあいいよそれくらい。部署も違うし、そんなに合わないしね。私がセレブになっても連絡してこないでよね。あなたとはこれきりよ。こっちのセリフだよ。私の王子様はあなただった。数々の困難は絆を深めるためのお神様からの試練だったのね。たかしさん、聞いてる。愛してるわ、ずっと昔から。どちら様ですか。あなたの運命の相手よ。試練を乗り越えて戻ってきたの。戻ってくるな、もう連絡しないって言っただろ。あんな男に騙されるなんて、神様って意地悪ね。メルヘン語ってないで。どうしたの君の王子様は。ひどいのよ、あの詐欺師。お金持ちなんかじゃなかったの。知ってたよ。奥さんが社長の娘なだけで、あいつはただのケチ男だよ。ま、仕事はできるし尊敬してたけど。なんで言ってくれなかったの。あいつなぜか奥さんに浮気がバレて慰謝料請求されるからって、今まで買ってやったものの全部返せって言ってきたのよ。知ってるよ。え、なんで。奥さんにリークしたの僕だから。それにあいつは甘えからドケチだから、尽くしてくれるなんて言ってたけど、おかしいと思ってたんだよ。なんでそんなことすんのよ。俺の嫁の先祖キューピーマヨネーズ、デブは女じゃないよねとかって喜んでた音声付きで情報渡しといたぞ。最低、ひどいわ。妊娠してる奥さんの体型の悪口ってお前らずっと爆笑してたじゃん。どっちがひどいんだよ。奥さんが私にも慰謝料請求するって。当たり前だろ。騙されてただけよ。お金持ってるって言ってたから、夢だったプリンセスにやっとなれると思ったのに。残念だったな。夢を叶えたいなら自分が成長した方がいいぞ。ねえ、私たちやり直せるよ。二人で幸せになろう。お前とは絶対幸せになれない。あんたが何と言っても絶対に離婚しないわ。は？もう夫婦じゃないけど。え？お前離婚届送ってきたじゃん。忘れてた。そんなの無効よ。直筆だし、公正証書にも自分でサインしたじゃん。離婚届なんか速攻で出してきたよ。そんな、嘘でしょ。あれだけ暴言吐いといてよくやり直せるとか言うよな。本当にごめんなさい、出来心だったの。心を入れ替えるわ。僕はもうお前なんかいらないよ。あとお父さんにも全部説明したから。あ、お父さんに言ったの。なんで、なんで、なんで。当たり前だろ、家族だったんだから。
お父さん怖いの知ってるよね。なんでそんなことすんの。すげえ怒ってた。感動するって言ってた。やだ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 、お願い間違いだって言って。やだ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 。ああ、お父さんから伝言預かってたんだ。伝言？手切れ金代わりに高志くんへの慰謝料を払ってやる。あとは自分で何とかするんだな。二度と帰ってくるな。だって。冗談でしょ。これからどうしろっていうの。奥さんにも慰謝料請求されるし、お金なんてないし、働いたこともないし。こうなってみると本当お前底辺だな。何でもするから許して。ごめんなさい。もう一度チャンスちょうだい。来来来世でも無理。じゃあな。高橋さん待って。お願いします。高橋さん。七子は奥さんから請求された慰謝料と勝手に使い込んだクレジットカードの返済でいくつかのサラ金に手を出してしまい、多重債務者になっているようです。今は3つのアルバイトを掛け持ちして朝から晩まで働いているそうですが、あの性格ではすぐにクビでしょうね。クビといえば、かつての親友は社長の娘である奥さんを裏切ったことで社長の怒りを買い、会社を辞めさせられました。仕事も家族も失って不老者のようにフラフラと歩いているのを見かけましたが、自業自得、因果応報というものです。僕はというと、この事件以来社長の娘さんと親しくなり、今ではこの話を魚に2人でよく飲みに行っています。お腹の赤ちゃんのために彼女はお茶ですが、生まれてくる子を見るのが楽しみです。毎日料理や掃除をしなくてよくなったので、仕事の効率も格段に上がりはかどったため、来月には昇進を控えています。来来来世でも七子と出会わないよう心の底から願っています。カズヤと別れて、あんたみたいなシワクチャお化けとは一緒にいたくないってさ。どなたですか。家政婦だった真由美だよ。真由美？もしかして最近辞めた家政婦さん。へえ、分かんなかったんだ。家政婦だった真由美です。もうボケちゃってんじゃん。つい最近のことでも忘れちゃうとか、脳みそも老化してるんだね。どうして私の LINE の ID を知ってるの。簡単、カズヤに教えてもらったんだよ。カズヤ？カズヤというのは私の夫のことですか。そうだよ、他にいないでしょ。あんたの旦那のことだよ。だから別れて。どういう意味ですか。なんだ、奥さんっておつむの回転悪いの。どうかしら。私とカズヤは付き合ってるんです。付き合ってる。そしてこの度結婚することになっちゃいました。なっちゃいましたって、自分が非常識なことを言っているという自覚あります。失礼だな、あんたの方がおかしいんじゃん。カズヤはあんたと離婚するって言ってんのにさ。え、離婚。そうだよ。とてもおめでたい発想で何よりなんですが、いつからお付き合いしてたの。1年前くらいになるかな。うちで働き出してすぐってこと。そうだよ。カズヤ超かわいそうで、ユキコは仕事ばかりで俺の面倒を全く見ないって。そんなこと言ってるの。体が悪いからあと何年一緒にいられるかわからないって。かわいそう。奥さんって全くカズヤに興味がないんだね。どこが悪いの。へえ、妻なのに知らないの。めっちゃひどくない。教えてもらっていい。教えてあげない。妻のくせに私に聞くとかありえないんだけど。私だったら絶対カズヤを一人になんてしないし、ずーっとカズヤのそばにいてあげるんだから。いっつも辛い悲しいって。カズヤかわいそう。そう。それと子供ができないから後継ぎがいないって心配してるし。確かにそうね。でも私なら奥さんよりうーんと若いからすぐ埋めちゃうよ。そうね、年齢的にはね。あとね、奥さんは旅行に連れて行ってもらってないでしょ。そうね、忙しいし。私なんて何度も一緒に旅行行ってるんだから。だからお休みが多かったのね。私が行きたいとこならどこにだって連れてってくれるんだから。海外だって連れてってくれたし。もしかして一週間休んだ時ですか。そうだよ。そんなことしてくれるのは愛してる証拠だよね。昨日だって私のアパートでずーっとイチャイチャしてたんだから。私たちは愛し合ってるの。知らなかった。ちょっと衝撃強かった。悔しくておかしくなりそうでしょ。お願い、もうやめて。家政婦してた時も毎日ラブラブだったんだけど、奥さんかわいそうだから内緒にしてあげたんだから。まさかあなたに夫を取られるなんて思ってもみなかったわ。ふっふん、考えが甘かったね。そうね。
それにもう仕事辞めたし、あんたに遠慮することないじゃん。そういうことなのね。そう、これで分かったでしょ。さっさと離婚して。そんな簡単なことでもないのよ。簡単だよ、離婚届に判押せばいいだけじゃん。まず夫に確認させて。いいけど、でも待ってるのうざいから早くしてよね。離婚してくれてありがとう。どういたしまして。昨日入籍したんだ。これで私はあんたと入れ替わったんだから。そうですか。すぐにでも子供を作って幸せになるんだ。できたらいいですね。夫には種がありませんけど。え？夫は若い頃に高熱を出して子供ができなくなったそうですよ。聞いてないんだけど。私ではなく夫に問題があったの。あなたと再婚したからといって子供は望めないんです。そうなんだ。でも和也は43歳だから親になれなくてもいいかも。あら、さっきと言ってることが違いますね。いいよ、いい。どうしても欲しいなら方法はいくらでもあるんだから。そうですか。あ、じゃあどっかからもらってくるからいいよ。でもいらないかもしれないし、私さえいればいいんだよきっと。あなたさえいればいいとなると後継ぎがいらないことになっちゃいますね。ああ、後継ぎは欲しいけど、できないならしょうがないってことだよ。そう、できるといいですね。本当は羨ましいんでしょ。羨ましいから意味深なこと言ってんでしょ。お金さえあれば何だってできるんだから。そうですか。私は和也と結婚してセレブの仲間入り。あんたなんてもう誰も相手にしてくれないし、ざまみろだ。夫から何も聞いてないんですね。全部聞いてるわよ。そうですか。じゃあ心配はないですね。もうなんか余裕かましてるけど、さっさと出てってよ。出ていく？そうだよ、その家から出ていけ。この家は私のものですが。何言ってんのよ。あんたこそおつめおかしいじゃん。はい？その家は和也の家なんだから、わけわかんないこと言ってんじゃないわよ。出ていかないなら警察呼ぶからね。警察ですか？そうだよ。セレブだったあんたが警察に捕まりたくなかったらさっさと出てけばいいんだよ。本気で言ってるんですか？当たり前じゃん。私たちの新婚生活を邪魔するなっつーの。そんなつもりは。あんたなんかいらないんだよ。地獄に落ちればいい。ひどい。もう土下座しても雇ってくださいって言っても絶対に助けてなんかやらないんだからね。悔しい。もっと悔しがればいい。もうやめて。ちょっとユキコ、名前を呼び捨てですか？あんたより私の方が偉いんだから当たり前じゃん。そんなことよりなんでまだ出てってないんだよ。早く家から出てけ。とは言われても。つべこべ言ってんじゃないよ。1ヶ月前に教えた通り、この家は私の家ですよ。覚えてないのですか？やっぱりおつむが空っぽなんですね。覚えてるよ。でも和也に聞いたら自分のものだって言ってたんだ。夫も理解していなかったのかしら。は？そんなわけないじゃん。何適当なこと言ってんのよ。だいたい離婚したんだから財産分与するじゃん。だからその家は半分に分けるんだよ。結婚のお祝いとして私の両親からプレゼントされたので分ける必要はないんです。え？じゃあ高級車とか高級家具とか高級そうな調度品とかは？それらは全部私の両親のものです。だから出ていくのは夫の方なんです。ところで夫の状態を聞きました？教えてくれないけど。知ってるの？教えてよ。やっぱりもうすぐなんでしょ？え？そうじゃなかったらなんでおじさんとなんか結婚するのよ。そこは知りませんけど。長生きはできないんでしょ？まあ治らないという点ではそうでしょうか。なんなの、教えて。妄想癖と虚言癖です。妄想癖と恐怖草原癖？何よそれ。まあ平たく言えば嘘つき。自分の都合のいいように嘘をつくんです。何よそれ、最低じゃん。体が悪いというのも嘘で、まだ何十年も生きるでしょうね。ものすごく悪いからもう残された時間なんてわずかだって言ってたのに。そしたら全部お金は私にくれるって言ってたのに。そう、残念ですね。だけど愛し合っている二人が一緒にいられるのだからよかったじゃないですか。そうだ、長生きするならずっと働いてくれるから、そしたら私は好きなようにお金を使ってセレブ生活なんだ。どうかしら、楽していきたい人だから。だって毎日スーツ着て出てたじゃない。
何をしてたんでしょうね。何って仕事してたんでしょう。旅行に連れて行ってもらっていたようですけど、あれも全て私のお金なんですよ。そんな。一時は会社を手伝わせようとも思いましたが、全く仕事をしないし、やりたい放題。心底楽していきたいみたい。まゆみさんと同じね。似たもの夫婦で仲良くやれそうね。何よそれ。働いてくれなくてもお金には困らないから放置してたんです。放置とかってありえない。結婚したことを後悔してたんですけどね。ちょうどあなたとの浮気の話が浮上してラッキーって。そんな、私はラッキーなんかじゃないよ。まあとにかく今後は弁護士さんとお話ししてほしいのですけど。弁護士さんとはもうお会いしましたか。あ、話したけど意味不明な呪文を並べてたわよ。あらあら大変ですね。そうですね、まゆみさんにも分かるように説明するのはとても難しいのですけど。いいよ説明なんていらない。だいたいなんで弁護士が必要なのよ。え、慰謝料請求です。慰謝料？何それ。え、浮気して夫を取ったのですから慰謝料払うのは当たり前のことですが、もしかして知りませんでした。知らないよ。うちで働いてた時から無知と思ってましたが、そこまでだったんですね。何よそれ。妻子ある人との浮気は慰謝料請求されるんですよ。でも和也が払ってくれるから大丈夫だもん。そうですか、払ってもらえるといいですね。和也はお金持ちで私はセレブなんだから、慰謝料くらいどうってことないんだからね。そうですか。夫が働かなくてもお金があったのは私が会社を経営しているからで、私と離婚した今彼は無一文の貧乏な男というだけですよ。そんな。そうなんだったら慰謝料なんて払えないよ。そうは言われても。どうかしました。弁護士が置いていった封筒、これって慰謝料の請求書じゃん。ああ、まだ見てなかったんですね。200万、なんでこんなに高いのよ。だいたい慰謝料なんて1万とか2万とかじゃないの。ああ、それは慰謝料というよりは慰謝代かな。それと夫とまゆみさん2人分なので。なんで二人に請求するのよ。一人でいいじゃない。こういうのは浮気をした夫と相手の女性に請求するものなんです。そんな。ご愁傷様。玉の輿に乗りたかったようだけど失敗しちゃいましたね。大変な借金になりそう。だったら返す、返品する。クーリングオフは適用外。だったら、だったらゆきこさんと結婚する。その趣味はないのでお断りしますね。じゃあ私はどうしたらいいのよ。嘘つきで働かないおっさんなんていらない。愛してるんでしょ。嘘よ返す、絶対にいらない。ああ、慰謝料はまとめて早急に払ってくださいね。分割で。分割だとゆきこさんおばあさんになって干からびても払い続けることになるので。どうやって、無理じゃん。我が社の部門に金融貸付部門があるのでそちらをご紹介しましょうか。いらないよ。あら、そうですか、残念。それより助けてよ。ちょっと無理。なんでよ、なんとかして。自己責任ですから。そんな冷たいこと言わないでよ、謝るから、ねえ。謝るのが遅すぎましたね。返すから。いりません。許してください、二度としません。本気で反省しますから、どうぞ救ってください、お願いします。まゆみは慰謝料をかなり危ないところから借りたようですが、全額きっちりともらいました。セレブを夢見ていたまゆみは借金を返すためにいくつもの仕事を掛け持ちしてボロボロ状態。事故物件のアパートで毎日恐怖と戦いながら暮らしているようです。和也さんは新婚早々事故に遭い、自由の利かない状態になりました。誰にも面倒を見てもらえず一人寂しく過ごしているとか。嘘が本当になってしまったようです。天罰かもしれませんね。そして私は最低な夫と別れることができ、毎日穏やかに過ごすことができています。仕事も順調の上に信頼できる男性とも巡り合え、新たな恋に夢のような時間を過ごしています。今日中にお姉ちゃんを消したいたいんだけど、いい方法ない？それ本人に聞くかな。だって明日は結婚の挨拶だよ。お姉ちゃんを連れて行きたくないんだもん。なんで？親の借金は私が全部払って家族を救ったんですって婚約者に言っちゃったのよ。親と一緒に借金使った張本人のくせに、なんでそんな嘘つくかな。
彼の母親が結婚に乗り気じゃないから美談が必要だったの。嘘をついてもバレる日が必ず来るわよ。それを阻止するために結婚の挨拶でバラされたらまずいし、あんたとは絶縁するわね。本気じゃないわよね。マジに決まってんじゃん。私の存在を隠し通せるわけないでしょ。お姉ちゃんは行方不明だってことにしてあるから大丈夫。そんな嘘をついてまで彼と結婚したいの？当たり前じゃん。お金持ちの彼と一緒になれば永遠にお金の出てくる魔法のランプが手に入るんだから。お金が目当てだったのね。32歳のクソ親父が27歳でピチピチの女子の私と結婚できるのよ。相手にとって不足はないでしょう。5歳しか違わないじゃない。あなたの婚約者は私と同い年なんだけど。お姉ちゃんは腐りかかった売れ残りの魚と一緒。マジで臭。こんな腹黒い妹と結婚する相手の人が気の毒になってきたわ。人の心配より自分の身を案じた方がいいんじゃない？どういう意味？パパとママも私に協力してくれることになったよ。イエーイ！え？お姉ちゃんとは縁を切るって。それはさすがにないわよね。あんたより私の方が大切なんだってさ。頭をハンマーで殴られたみたいにショック。なんて返事したらいいかわからない。頭の上でひよこピヨピヨ言わせてなさい。親にまで捨てられてかわいそう。ひどすぎる。ピコピコーン。あんたを消し去るいい方法を思いついた。え？玄関の鍵を取り替えてお姉ちゃんを家に入れなきゃいいんだ。そんなことされたら今日からどこに住めばいいのよ。スーパーヤホーで段ボールもらって野宿すれば。そんなことできるわけないでしょ。泣いてもわめいても家には入れないよ。荷物も外に出しておくね。このまま行方くらましてちょうだい。なんでここまでされなきゃいけないの？私はともか32歳、両親と妹と4人で暮らしていました。明日は妹の婚約者のご家族と挨拶の予定だったのです。仕事が終わってから家に戻るとすでに鍵が変えられていたため家に入れてもらえませんでした。仕方なくビジネスホテルに泊まり、数日後に住む場所を見つけ一人暮らしを始めました。妹と両親はもともと浪費家です。借金を作るたびに私に泣きついてくるため放っておくこともできずに昼も夜も働きお金を返してきました。それなのに家族を大切に思っていたのは私だけだった。妹だけでなく両親にまで絶縁されてすごくショックです。苦労して借金を肩代わりした私にこんな仕打ちをするなんてひどすぎると思いませんか？わがままで強欲な妹はさらにこの後私を追い込んできたのです。数日後。問題発生。すぐ返事せよ。私と縁を切ったんじゃなかったっけ？それが完璧じゃなかったの？言われた通りに家は出たわよ。あんたと完全に縁を切るには戸籍の分析が必要だったのよ。そこまでする必要ないでしょう。いやいやいや、このままじゃダメ。どうしてよ。私がお金持ちと結婚した途端にあんたが金の無心をしてくるかもしれないじゃん。あなたじゃあるまいし、そんなことしないわ。何気に私をディスってるの？やめてくれない？本当のことじゃない。あなたがろくに働かないで借金だけ作ってくるから私が返したでしょ。生活費も私が出してたわよね。私は王子様を手に入れるために自分磨きという先行投資をしてたの。手に入れるのはお金を出してくれる魔法使いのジーニーの方だけど。王子だろうとジーニーだろうとドラえもんだろうと私にお金を与えてくれる人なら誰でもいいのよ。結婚しても今までのように湯水のごとくお金を使ってたらいつか追い出されるわよ。バカにしてもらっちゃ困るわ。彼は駅前にビルを何棟も持つ大金持ちなんだから。お金なんて吐いて捨てるほどあるのよ。そう、私は用済みってことなのね。その通り。意外と冴えてんじゃん。私がいなくてこの先本当に大丈夫なの？何意味わかんないこと言ってんの？大丈夫に決まってるでしょ。無駄口聞いてないで今すぐ分析の手続きしなさい。悲しいけど分かったわ。記憶からもあんたのこと消すわね。切なくて泣けてくる。分析する前に一度だけ会ってちゃんとお別れをしたい。あれ、あなたは誰でしたっけ？記憶の片隅にもないわ。もういい、これ以上傷つけないで。2週間後。おりゃー、出てこいや。あなたは誰でしたっけ？とぼけてんじゃないよ。あんたの妹でしょうが。私に家族はいないので失礼するわ。待て待て待てー。
あんた、私の婚約者と同級生だったって、なんで黙ってたのよ。高校では別のクラスだったから普通に知らなかっただけ。そんなわけないでしょ。彼が2日前の同窓会であんたと話したって言ってんだよ。そうね、あなたの婚約者とも話はしたわよ。だから何？妹と親が作った借金返したのに家族と絶縁されたって言ったらしいじゃん。みんなに近況を聞かれたから答えただけ。たわいもない世間話よ。気にしないで。なんだその返事は。私のこと小バカにしてんじゃないよ。本気で相手にする気になれないの。マジでムカつく。勝手に怒ってなさい。そもそもあんたは行方不明ってことになってるんだから、のぼのこ同窓会に行く自体間違ってるでしょ。分析したからその設定はなしにしたんだと思ってた。行方をくらました上、家族を捨てて分析したことになってるんだよ。そうだったんだ、知らなかった。あんたのせいでごまかすの大変だったんだから。自業自得ね。ふざけんのも大概にせえや。それはこっちのセリフだけど。はあ？私は借金作られても生活費たかられても家族だと思ってたから一生懸命働いてお金を払ってきたの。へっぽこ ATM のくせに一発の口聞いてんじゃないよ。私をそんな風に思ってたのね。それ以外の価値あんたにないじゃん。そっか、思った通りだった。はあ？私はただの金づるだったってことに家を出て気づいたのよ。追い出してくれてありがとう。あなたに感謝してる。お礼言うなんて、おつむやばい虫にでも食われちゃったんじゃないの？おつむの中をシロアリで食い尽くされてるのはあなたの方だけど。憎い口聞くな。結婚したらあんたを社会から抹消してやる。ああ、それできないと思う。ああ、私のことはごまかせても他の嘘がもうすぐバレるから結婚は破談になるわ。なんでよ。同窓会の後にあなたの婚約者から身辺調査の依頼を受けたのよ。え、あれ、私が探偵事務所で働いてるの知らなかったっけ？というより私の仕事に興味なかったもんね。まさか新情報なんだけど。昨日報告書をあなたの婚約者の家に送ったからそろそろ届く頃よ。来月結婚式なのに何してくれちゃってんのよ。私は仕事をしただけ。一体どんな報告書を送ったの？あなたの浮気相手の存在も浮気相手の子供を下ろしたことも報告書にしっかり書いておいたわ。なんで私が浮気してることを知ってるわけ？私めちゃくちゃ優秀なのよね。ちょっと調べたら分かっちゃった。子供のことは絶対気づかれないようにしてたのに。好きのものが来てない感じはしてたからサクッと調べたらすぐに判明した。彼と結婚できたら月に2万ずつあげるから報告書が届く前に阻止して。金額の問題じゃないけど少なすぎだね。じゃあ2万5000円。たとえ毎月2億くれても断るわ。じゃあ欲しいもの何でもあげるよ。欲しいものは自分で買うからいらない。じゃあ私があんたに仕事を依頼する。はい。今日届く私の報告書に間違いがあったって訂正して。そういう依頼は受けてないの。あしからず。せめて姉として妹をかばいなさいよ。それは無理。家族じゃないからあなたをかばう気はない。くそ、誰が。うまいね。かばうっていう字とへをかけたんだ。ギャグじゃねえし。あら、違ったの？残念。くだらないこと言ってないで何とかしろって言ってんの。さっき断ったけど伝わらなかった？悔しいけど謝るから何とかして。無理は体に良くないわよ。結婚がダメになったら困るのよ。金持ちに嫁ぐつもりだったから仕事辞めちゃったし。だったら自分で郵便屋さんを阻止したら。私が彼の家の前うろうろしてたら怪しすぎるでしょ。それもそうね。報告書を見られたくないって言ってるようなものだものね。お姉ちゃん、ごめん、本当にごめん。私に妹はいないの。そう言わずに分析もなしにするから家族に戻ろう。一度分析すると元の戸籍には戻れないのよ。私は一生一人ぼっちだわ。そこまで深く考えてなかった。本当にごめん。これからはお姉ちゃんを大切にする。その場しのぎの嘘は聞きたくない。本当だって、何度だって謝るから。私を助けて。ずいぶん自分勝手ね。結婚がダメになったら私に生活させてもらおうと思ってるのは分かってるのよ。だって私働くの向かないし、結婚が白紙になったらお姉ちゃんに養ってもらうしかないの。本音がポロリと出たわね。心底あなたには愛想が尽きたわ。今の言葉は撤回する。私もちゃんと働く。だから、あ、彼から LINE が来た。報告書読んだのね。
結婚はなし、慰謝料を請求する。だってどうしよう。よかったわ、あなたが嫁いだら彼が不幸になるところだった。私どうなるの。親はもともと浪費癖が抜けないし、そもそも働く気がないから、あなたが生活費を稼いで養うしかないわね。私には無理です。ジーニーと共に魔法のランプも消えちゃったから、自分の力だけでどうにかしなさい。心の底から反省してます。ヘッポコ ATM は消えるわ。それはうっかり言っただけ。私にはお姉ちゃんが必要です。私がいなくても大丈夫って言ったでしょ。言ったけどそれは間違いだった。私にはお姉ちゃんがいないとダメなの。あなたの嘘は聞き飽きたわ。もう嘘はつきません。お姉ちゃんお願いだから戻ってきてください。あれ、あなたは誰でしたっけ。記憶の片隅にもないわ。後日談。エミは婚約者に泣きついたそうですが、受け入れてもらえるはずもなく、結婚は破談となりました。慰謝料だけでなく結婚式の費用も請求されたので、過去の私と同じように寝る暇を惜しんで働かなくてはいけないですね。働かない浪費家の両親を抱えて妹はどうやって生活していくのでしょう。私は同窓会で再会した別の男性とお付き合いをすることになりました。彼はどこでもドアは持っていないですが、自家用ジェットを持っているので、いろいろな場所に連れて行ってくれます。もしかしたら私に新しい家族ができるかもしれません。明けましておめでとう。お兄さんと離婚しろ。今年もよろしくお願いします。は、何か挟んだよね。しれっと紛れ込ませたよね。お年玉いらないからお姉ちゃんの旦那さんちょうだい。もう正月早々つまんない冗談言わないで。冗談じゃないの。こっちも冗談じゃないわよ。なんで夫を妹にあげなくちゃなんないわけ。ほら、昔はよく洋服のお下がりとかくれてたじゃん。そんな感じ。洋服と夫を同じにしないでくれるかな。一応姉妹だから許可取ってからにしようと思ったんだけどな。許可って何よ。勝手に取ると怒るでしょ。だから許可もらってからいただこうと思ってたの。は？いただく？でもお姉ちゃん石頭だからさ、絶対にいいよって言わないでしょ。言うわけないでしょ。和幸さん家にいないでしょ。ご両親連れて初詣行ってくるって出かけたわよ。ベンツで？そうだけど、なんで知ってんのよ。緑色のセーターにベージュのパンツ？ダウンジャケットは紺色？ああ、もしかして同じ神社で会ったの？うん。どういうこと？助手席に乗ってるのだ。は？カズくんはもらったのだ。あんたさっきから何言ってんの？カズくんのクローゼットを見てみるのだ。何が言いたいのよ。ちょっと待ってなさい。どう？服が減ってない？下着とかごっそりなくなってない？ねえねえ。ないわ。てってれー。二人で逃げたってこと？イエース。駆け落ちってやつ？それもうドキドキしたわよ。新しい年に新しい始まり最高。どこに行くつもりよ。やだ、教えるわけないじゃない。その鬼のお面みたいな顔で捕まえに来て何時間も説教とかごめんだわ。ひどすぎる、こんなことするなんて。まあ浮気される方にも原因はあるって言うしね。何よりカズくんが選んだことだから。離婚するって言ってんの？もちろんよ、じゃなきゃ私と結婚できないじゃん。離婚届は？おせちの下に挟んできたって言ってる。少しでもめでたさがプラスされたら、というかカズくんの心遣いだね。ふざけないで。それに書いて出しといて。まあ今日はショックだろうから別に三が日明けてからでもいいよ。離婚についてまだ何も話し合ってないのよ。さっきから和幸に何度も電話してんのに出ないの。電話に出るように言って。無理だよ、運転中だし。もうすぐ携帯変えるし、カズくんに至っては年末で仕事も辞めてきてるし。嘘、私に黙ってそんな大事なこと。私は知ってたけどね。あんたたち私に何の恨みがあるわけ。だからそういうんじゃないってば。愛する人が妻の妹で、愛する人が姉の夫だった、それだけよ。だとしても最低限のルールと順番はあるでしょ。私行列とか並べないタイプじゃん。待つのとか無理なんだ。慰謝料請求されるとかそういうの覚悟してるってことよね。してないよ、払う気ないもん。だから逃げるわけだし。それで済むと思ってんの？
居場所もわかんないのにどうやって請求すんの？教えて。あんたってもう二度と家族に会えなくていいのね。うん、その覚悟で家を出たの。パパやママにもう初詣行ってくるって。あんたまだ25だよね。もっと若くて素敵な男性がいるはずよ。うわー、返してほしくてガチじゃん。もうあなたに汚された夫なんていらないわ。ただ車だけは返して。やだね。私通勤で車は必須なの。そのために買ったんだから。これって共有財産ってやつだよね。だったらカズくんがもらっていいよね。車がないと年明けの出勤困るのよ。財産分与でもらっておきますってカズくんが。ひどっ、どこまでも私を追い込むつもりなの？だって車が必要なんだから仕方ないでしょ。あなた軽自動車持ってるじゃない。大事なカズくんが事故にあったら軽自動車じゃ命守れないじゃない。だからって私のを取らないで。あ、そうそう、 GPS とかないかちゃんとチェックしたし、ドラレコも外してあるから追跡はできないよ。よい周到ね。昔から悪知恵だけは働くものね。悪知恵じゃないわよ、生きるための知恵って言って。あんたたち後悔しないのね？はい、後悔なんてしません。私たち幸せになります。どんな手を使っても必ず追い込んでやるから。どんな手使っても逃げ切ってやるからね。その言葉忘れないで。私は茜、32歳の主婦です。7つも年の離れた妹は両親や私から甘やかされて育ってしまい、自分が欲しいと思ったものは手に入れないと気が済まないタイプ。まさか私の夫まで欲しがるなんて想像もしていませんでした。夫も夫です。私に隠れて妹と浮気していたなんて。挙句の果てには駆け落ちって、もうこんな人を好きでいたのかと思うと自分が情けないです。おせちを一人で食べながらだんだんと怒りが湧いてきました。かと思えば涙が出たり、感情がゆらゆらと動いていました。なんとなくつけていたテレビにあるものが映るまでは。楽しい？楽しいわよ、最高のお正月だわ。そう、楽しそうだものね。あ、どういう意味を？あなた今日は赤いコートを着てるのね。それ私があげたやつじゃない？え？返してって何度言っても返してくれなかった。もしかして追いかけてきたの？どうやって？追いかけてなんかないわ。じゃあどうして？あらやだ、和幸ったらセーターに染み付けちゃって相変わらずおっちょこちょいね。え、どこよ、どこにいんのよ。初詣は本当だったのね。さっさと逃げればよかったのに。ちょっと待って、本当にどこにいんの？人が多すぎて見えない。私は神社になんていないわよ。じゃあなんでコートの色とか知ってんの？あんたらテレビに映ってるよ。え？お正月の番組の生中継そこでやってるでしょ。げ、本当だ。これが駆け落ちしようとしてる人の行動かしら。車で30分のところで神社でのんきに初詣なんて。だってカズくんがこの神社じゃないと願い事は叶わないって言うから。確かに神様は私の願いを聞いてくれたみたいね。もう参拝諦めて逃げる。ここで見失ったら追いかけようはないでしょ。確かにそうね。私は今テレビであなたたちを見てるだけだし。バカな姉、それくらいで優に立ったようなラインしてきちゃって、夫を取られたショックでおかしくなったのね。腹は立ったけど許してあげるわ。あら優しいのね、ありがとう。もう二度と連絡してこないで。クソ姉貴。あらあら、両家のご両親は新居に到着したようね。めちゃくちゃ怒られて今連れ戻されてる最中よ。なんでパパにまで言うのよ。めちゃめちゃキレて怖いんだけど。ママが運転できないんだからパパがするでしょ。電話でもぶち切れてたけど無事みたいね。家に帰ったら覚えてろってブツブツ言ってるわ。早く会いたいわ、可愛い妹に。どうやってこの家特定したのよ。テレビで神社を特定できたからすぐにパパとママに走ってもらったの。怒ったママが和幸のご両親にも連絡して両家で神社の駐車場で待機してたらしいわ。ずっとついてきてたってこと？そういうこと。駐車場で問い詰めて逃げられたら元も子もないでしょ。これは私のアイディア。昔から小賢しいんだから。あんたは昔から抜けてんのよ。無理やり引き離したって私たちの仲は引き裂けないから。引き裂くつもりなんてないわ。私は和幸がこんな男だったと知れて感謝してるくらいよ。強がっちゃって。
いい？簡単に妻を乗り換えようとするような男はまた次も同じようなことするわ。何年か後に私のような思いをするのは紬、あんたよ。そんなわけないでしょ。私は恥ずかしながら風行きの浮気に気づかなかったし、疑おうともしなかった。私といれば浮気なんかしない。 LINE だって全部見せてくれるもん。家にアカウントが同期された使ってないタブレットが残ってたの。もしやと思って G メール見たら、ついさっきまで他の女性と愛を語り合ってたわよ。は？私が見ただけでもあなた以外に3人。あの人病気かしら。嘘でしょ。あんなに私のこと愛してるって言ってくれたのに。それを他の人にも言ってるわ。よかったわね、平等に愛を与えられてて。信じられない。あの男をとっちめてやる。あら、私もそうしたかったの。代わりにやってくれんの？違う、私のためにやんのよ。まあどっちでもいいわ。痛い目に遭ってくれさえすれば。駆け落ちしてたった数時間なのに、どうしてこうなっちゃうのよ。知らないわよ。っていうか、あんた被害者ぶってるけど、れっきとした加害者だからね。慰謝料請求きっちりさせてもらうから。なんでよ、姉妹でしょ。あんたがそれ言うかね。身内を訴えるなんて恥ずかしくないの？全然恥ずかしくない。むしろ身内にこんなクズがいて恥ずかしい。ムカつく。もちろん和幸にも請求するわ。他にも浮気相手がたくさんいるから結構現金が入るわね。あんたたちが駆け落ちに使った車なんて縁起が悪いから、頭金にでもして車でも買い替えようかしら。払わないから。払ってもらう。私は人を愛しただけよ。なのにどうしてそこにお金が発生すんのよ。意味がわかんない。ルールを破ったからって説明したでしょ。何にでも順番とルールがあるの。やだやだやだ、絶対払わない。休み明けに弁護士さんに相談するから、実家でおとなしくしてなさい。そんな。これを機に人のものばかり欲しがらないことよ。慰謝料いくらくらいなのかな。相場は100万から200万らしいわね。無理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 。容赦しないから。お姉様、許してください。パパもママも相当怒ってるから、実家の手伝いもちゃんとやって、その甘ったれた根性を叩き直してもらいなさい。家事とか無理。やだよ、逃げたいよ。その後、私は2人と浮気相手の3人の合計5人に慰謝料請求しました。かなりの慰謝料をいただくことができたので、前のベンツを売ったお金と合わせて新車を買うことができました。車が変わって気分も変わりました。まさか自分がこんな目に遭うなんて思ってもみませんでしたが、ろくでもない浮気男と知らずに結婚生活を続けていたかと思うとゾッとします。その点だけは妹に感謝ですね。妹は実家の家事をすべてやらされています。朝は5時に起きて雑巾がけとのこと。そうでもしないと家に置いてもらえないそうです。少しは心も綺麗になってまともな恋愛ができるようになるといいのですが、いつになることやら。はい、1分遅刻。これ以上待てないから先に行くわね。時間守れないなんてほんと非常識だわ。これからランチ食べるんですよね。誰もそんなこと言ってないけど。一緒に行きたいなら自力で空港まで来なさい。時間って何ですか？それにここ高速道路なんですけど、置いて行かれても困ります。集合時間ちゃんと伝えたでしょ。自分が守らなかったくせに私が悪いみたいな言い方しないでよ。私たちまで飛行機に間に合わなくなるところだったわ。そんなの聞いてません。ランチするから席取っといてって言いましたよね。はぁ？言ってないわよ。幻聴でも聞こえるわけ？それこそ旅行どころじゃないわね。いや、確かに言われました。まさかとは思いますが、わざと私を置いてったんですか？妄想もひどいのね。今すぐ病院に行きなさい。旅行先で夫と娘が待ってるので、何としてでも北海道に行きます。車もないのにどうやって空港まで来んのよ。飛行機出るまで2時間ありますから、タクシー呼んで向かいます。サービスエリアまでタクシーなんてすぐに来てくれるわけないじゃない。実はね、私たちもうチェックインしちゃったの。え？あなたが来る頃には飛行機は飛び立っちゃうわね。早すぎませんか？25分前に出たから時間通りよ。自分の日も認めない人と一緒に旅行なんて無理だわ。それって私が車降りてすぐですけど。そうだったかしら。どうせ間に合わないからあなたのチケットも破って捨てちゃった。
それ冗談ですよね。本当よ。あなたのブランド物の服はもったいないから私が着てあげるわね。私の荷物勝手に開けないでください。もう遅いわよ。どうしたらいいの。さっさと家に帰りなさい。交便取れるかな。とりあえず夫に連絡します。あれ、夫の LINE と連絡先がない。どうしよう。気づくの遅い。さっきスマホ見せてもらった時に消しといたわ。なんでこんなことするんですか。あなたと旅行に行きたくないからよ。やっぱり計画的だったんですね。これどうやったら戻せるんですか。 LINE 初心者じゃわからないわよね。その割にはやり取りスムーズじゃない。メールを打つのと同じなので。なるほどね。そうそう、旦那さんは私から連絡しといたわ。そのスマホももうすぐ使えなくなるわよ。はい。あなたがスマホ落としたから一時的にあなたのスマホを停止するようにお願いしといたの。なんでこんなことばっかりするんですか。やだ、文字化けしてるみたいで読めないわ。ごまかされてる感が半端ないんですけど。そんなことよりもうすぐ利用停止になっちゃうわよ。夫に間違いだって伝えてください。お断りします。じゃあ旅行楽しんでくるわね。待って待って待って、絶対止めないように言ってください。高速道路のサービスエリアに置き去りにされてしまった私はゆか、36歳です。会社を経営している夫と可愛い娘と3人で暮らしています。ママ友のかずみさんの息子さんと一緒に北海道に向かう途中でした。北海道には夫の実家があり、ジジとババに会いたいから一日でも早く行きたいと娘にせがまれていたのですが、私は仕事があったため夫が休暇を取って娘と先に行き現地で会う予定でした。ママ友のかずみさんは2つ年上で、普段は上品な奥様という感じで信頼していたのですが、まさかこんな行動に出るなんて。家に戻り、以前使っていたガラケーを見て家から夫に電話をしましたが、なぜか繋がらず、途方に暮れているところにかずみさんから LINE が入ったのです。何ですかこの写真。旦那さんと娘ちゃんと合流してスキー楽しんでるのよ。スマホ復活おめでとう。なんで夫から連絡来ないの。ああ、それはね、娘ちゃんスキー場初めてだから大興奮しちゃってすっ飛んでっちゃったのよ。旦那さん連絡するの大変そうだったから私からあなたに連絡しとくって言っといたの。そうですか。まあそもそもあなたのことなんてどうでもいいみたいね。そんなことありません。娘を楽しませたいだけです。あら、ずいぶん信用してんのね。それより旦那さんって運動神経も抜群なのね。大きな会社の社長だけでも素敵なのに理想的な相手だわ。何ですかそれ。しかも優しいし、私たち素敵な家族になれそう。はい、さっきから言ってることおかしいですよ。考えてみてよ。私の方が品があるし、ガサツのあなたよりも社長夫人にぴったりじゃない。そうは思いません。今すぐ夫に電話に出るように伝えてください。ああ、それね。旦那さんのスマホは機内モードにしといたから LINE も電話も繋がらないわよ。なんでこんなことばっかりするんですか。それは私たちの楽しい時間を邪魔されたくないからよ。は？私とあなたの旦那さんってすっごく気が合うの。ずっと昔から夫婦だったみたい。え？今夜にでもプロポーズされるはず。だからあなたは離婚届にサインする準備しといてちょうだい。はい？旦那さんこのまま北海道に長期出張だって言ってたから、私もこのまま残るつもりなの。それって、うちの旦那と浮気してるってことですか？やだ、浮気じゃなくて本気よ、本気。ずっとハグしてくれてるし。いや、まさか、うちの夫に限って、そんなはずないです。みんなそう言うのよね。そんな風にボケーっとしてるから奪われるのよ。夫は私を裏切りません。現実って時には残酷だから目を背けちゃうわよね。この際だから教えちゃうけど、私たちもっとずっと前から二人だけで会ってんのよ。嘘ですよね。今日もこんな家族が理想だなんて言われちゃった。いやいや、惑わされません。本人に聞くまでは信じません。あんたも頑固ね。急にショックを受けないように親切に教えてあげたのに。仮に100歩譲ったとして、それが本当だとしたらですけど、かずみさんはご自分の旦那さんを裏切って平気なんですか？うちの夫は私にメロメロだから泣いてすがられちゃうかも。でも私は速攻で離婚するわ。かずみさんって残酷です。
愛が芽生えちゃったんだもの、仕方ないじゃない。せっかくの春なのにゆかさんお別れになるのね、かわいそう。信じません、もう本当にやめてください。何、文字化けして読めないんだけど。いい加減にしてください、悪趣味な冗談は聞きたくありません。ダメだわ、変な文字になってて読めないから終わりにするわね。あ、もうどうしてこんなことになっちゃったの。いい加減に諦めなさい。あなたの旦那さんは私に落ちたわよ。このまま北海道にいたいって言ったら、ずっと好きなだけいるといいよって言ってくれたのよ。私にぞっこんよ。それはショックで言葉にならないのね。ごめんなさいね、私ばかり幸せで。かずみさん、ちょっと。で、離婚届書いてくれたかしら。いえ、夫と娘はもうこちらに戻ってきてますよ。昨日の話全部嘘だったんですね。はい。あの後夫に連絡を取れて事情を話したら、娘を連れてすぐに帰ってきてくれたんです。いやいや、私を騙そうったってそうはいかないわよ。こんなひどいことするかずみさんは騙す価値もないですけど。だったらあの言葉は何だったわけ。それは痛ければどうぞって意味だそうです。なんですって。それよりかずみさんって浮気して離婚されそうなんですってね。なんでそんなことあなたが知ってるわけ。私も昨日知ったんですけど、かずみさんの旦那さんうちの夫の部下だったんです。勤めている会社って株式会社ファイターですよね。そうよ。夫が以前からいろいろ相談を受けてたと聞きました。まさかその奥さんがかずみさんだったとは。夫も驚いてました。私もまさか夫の上司とは気づかなかったわ。こんな嘘までついて本気で奪えると思ったんですか。だって男の人って浮気したい動物じゃない。だから既成事実だけ作っちゃえばなんとかなるかなって思って。なんて安易なの。全ての男性がそうとは限りませんよ。すみません、若奥様とは知らずにとんでもないご無礼をお許しください。若奥様って。それでなんですけど、旦那さんにはもう手を出しません。その代わり私を援護してくれませんか。はい。自分がおかしなことを言ってる自覚あります。なりふり構っていられないほど切羽詰まってます。離婚されたら行くところもないんです。浮気相手にも捨てられてしまったし、働いたこともないし。自業自得ですよ。それに妻の浮気を許す男性はいないと思います。ましてうちの夫を誘惑して略奪しようとしたのも知ってるんですよ。息子さんの親権も取るそうなので、まもなくそちらに到着する予定です。夫がこっちに来るんですか。息子とは離れたくないんです。どうにかなりませんか。もう無理だと思います。旦那さんも最初は母親に育てられるのがいいと思っていたそうですが、今回のことを聞いて気持ちが変わったって。ああ、もう絶望的。離婚届持って朝一の飛行機で息子さん迎えに行きました。和美さんに大切な息子さんを預けていられないとかなり怒っていらっしゃいます。でも離婚届って住んでる地域じゃないと出せないですよね。戸籍謄本があれば大丈夫だってコンビニで取っていきましたよ。今後は弁護士をつけて慰謝料も請求するそうです。そんな。夫が敏腕弁護士を紹介しましたので覚悟なさってください。そんなことされたら私生活していけなくなっちゃう。今一度お願いします。若奥様だけでも私をかばってください。お願いします。お断りします。高速道路に置き去りにされた気持ち分かりますか。不安でたまりませんでした。本当に反省しております。申し訳ありませんでした。口先だけの言葉は信じません。私のチケットを捨てたと言っていましたけど、本当は払い戻ししたんですよね。そうです。やっぱりそうだったんですか。それ罪になりますよ。あと勝手に私の荷物も持って行ったのも同じく罪になります。そこをなんとか心の内に収めていただけたら。ふざけないでください。きっちり今後の人生で懺悔していただきます。何でもしますので許すと言ってください。どうぞお願いいたします。旦那さんから伝えてくれと言われていたのを忘れてたのが、和美さんのスマホは間もなく利用停止になるそうです。待って、絶対止めないでください。私じゃなく旦那さんに頼んでください。お願いですから、若奥様のお力で私を助けてください。うわぁ、旦那が来た。
和美さんは怒りまくった旦那さんに土下座をして謝ったそうですが、許されるはずもなくしばらくはごねていたそうですが、離婚成立となりました。浮気相手の奥さんと旦那さんへの慰謝料は必ず払うように約束させたそうです。私のチケットを払い戻して勝手にお金を使った件と荷物を盗んだ罪で訴えたため、和美さんは罰金刑となりました。まさか私の身にこんな大事件が起こるなんて。北海道はもうコリゴリなので、来月家族で沖縄旅行をすることになりました。家族3人の楽しい時間を過ごしてきます。